日立鉱山は、茨城県日立市にあった鉱山で、主に銅と硫化鉄鉱を産出した。1905年以前は、赤沢銅山と呼ばれていた、小鉱山であったが、同年、久原久之助が経営に乗り出し、日立鉱山と改名され、本格的な開発が開始された。久原の経営開始以後大きく発展し、1905年から、 平山となった1981年までの76年間に、約3000万トンの荒々金を採掘し、約44万トンの銅を産出した日本を代表する銅鉱山の一つとなった。日立鉱山を母体として、区原財閥が誕生し、区原財閥の流れを受けて、日産コンツェルンが形成され、また、日立鉱山で使用する機械の修理製造部門から、 日立製作所が誕生しており、日立鉱山は日本の近代産業史に大きな足跡を残している。日立鉱山の南隣には、硫化鉄鉱を主に産出した諏訪鉱山があり、1917年に、久原工業によって買収された後は、日立鉱山の資産となり、1965年の閉山まで稼働が続けられた。ここでは、日立鉱山とともに、 諏訪鉱山についても説明を行う。かつて精錬所があった太陽院付近を流れる宮田川日立鉱山は宮城県南部から福島県東部、そして茨城県の太平洋側に沿って広がる阿武熊山地の南端部に位置している。日立鉱山がある付近の阿武熊山地は高いところでも標高600メートル程度のなだらかな山地である。鉱山は 宮田川の上流部にあたる赤沢谷に沿って開発が開始され、1905年以前は赤沢銅山と呼ばれていた。宮田川は源流から太平洋に注ぐ河口まで約8キロという短い河川で、日本の多くの鉱山が交通の不便な山地部くに位置しているのに比べて、日立鉱山は恵まれた場所に存在していた。事実。 日立鉱山の開発が本格化する以前の1897年には、日本鉄道によって、常磐線が、水戸駅から平駅まで延伸されており、また、日立港も1967年に重要港湾に指定されるなど鉱山に比較的近接した場所に整備され、交通の便の良さは、日立鉱山の歴史に大きな影響を与えることになる。しかし、 鉱山の中心部は、小川川である宮田川上流部の標高約300メートルの谷間にあり、精錬などの鉱山経営や鉱山で働く人々が使用する水の確保には苦労し、宮田川の支流などから貯水池に導水したり、鉱山内から流出する水を浄化して用いるなどの対策を行った。日立鉱山の交渉はキースラーガーで、日本国内のキースラーガーでは、 別紙銅山、柳原鉱山とともに大規模な鉱床として知られている。キースラーガーとは、大陸宴海や、セコで熱水が、海底に流出することにより、延期性内視中性の火山岩とともに、相乗内視レンズ状の鉱床を形成するタイプの鉱床で、日立鉱山の場合、島湖のセコ海盆の拡大時に発生した、慶長室内視安山岩室の火山活動に伴う、 熱水溶液によって形成されたと考えられている。交渉は石炭期からペルム期にかけての化石を含む日立変成岩の中に分布している。日立鉱山の交渉形成時期については、後期石炭期であるとの説と白亜秋との説があって、確定していない。交渉を構成するのは主に気鉄鉱、黄道鉱であり、千亜塩鉱や片塩鉱なども算出したが、 熱による変性作用を受けており、一般のキースラーガーには見られないスカルン鉱物を伴う部分もあった。キースラーガーの特徴として、交渉内に断層が存在することが多く、日本の多くのキースラーガーでは、交渉内の断層によって、断層の先の交渉が深部に存在したり、交渉の状況が悪化するなどの理由で、経済的に鉱山の経営が困難になった例が、 多く見られるが、日立鉱山でも1905年の創業直後、鉱床内の断層が鉱山経営の障害となった。日立鉱山は10以上の鉱床から構成されており、地層の相違的に新しい赤沢層上部から大有陰層にかけて分布する不動滝鉱床群と相違的に古い赤沢層中部に分布する富士見鉱床群に大別される。 日立変成岩は、地殻変動の影響で、古い地層は西側に、新しい地層は東側に分布しており、不動滝交渉群は、日立鉱山全体の東側、富士見交渉群は西側に分布している。不動滝交渉群には、太陽、不動滝、諏訪などの交渉がある。主な交渉は、富士見交渉群に属しており、延長3000メートル以上の長さにわたって、 終局構造に沿って北西から南東方向に向かって、入島、富士見、笹目、中西、上本、本港、赤沢、高鈴の八つの交渉が、島上に分布している。交渉は、厚い場所では80メートルに達し、傾斜延長は、長い場所で1000メートルを超える。交渉全体の埋蔵量は3480万トンで、あり、銅の日には、 平均1.35%であった。その他、日立鉱山から採掘される主要鉱石である含む銅硫化鉄鉱は、日本の主要銅鉱山の中で最も塩基性が高いという特徴を持っていた。また他の主要銅鉱山よりも、銅鉱石の比喩が低かった。これらの特徴は、日立鉱山の歴史に少なからぬ影響を与えることになる。 日立の戦国大名であった佐竹氏は、16世紀末には、日立の統一をほぼ成し遂げ、領内の鉱山開発を進めた。1592年の文書には、現日立市内の大久保で金を採掘した記録が残っている。大久保の金山は、佐竹領内でも主要金山であったと考えられており、日立鉱山の前身にあたる赤沢鉱山でも16世紀末から、 金の採掘を開始したとの説がある。これは、日立鉱山の赤沢鉱床に、佐竹鉱と呼ばれる坑道が残っていることや、大久保という地名は16世紀の末頃、かなりの広さを持った地域を指していたと推定される、ことなどから唱えられている説である。しかし、資料の上からは16世紀末に、日立鉱山の創業が開始されたことは、確認されていない。 佐竹氏は、領内の鉱山開発に積極的であったが、関ヶ原の戦いの結果、1602年に秋田へ転覆となった。その結果、日立から鉱山の経営主体であった佐竹氏がいなくなった、のみならず、鉱山開発と経営を担っていた技術者たちも移動してしまった。鉱術のように、水戸藩が、 領内の鉱山経営に積極的に乗り出すのは1620年代の官営年間以降であり、佐竹市の天保から官営年間までの間に鉱山は衰えていたと考えられる。赤沢銅山で産出された銅で鋳造されたとの説がある1626年水戸で鋳造が開始されたに水長タイプの官営通報1609年からは、 三戸徳川家の統治が始まった。現在の日立市内では、三戸藩時代も金山の採掘は断続的に続けられたが、18世紀末にはほぼ休止状態となった。それまでの間、1620年代の寛営年間には、三戸藩は領内の鉱山開発に積極性を見せるようになってはいた。これは寛営年間には、 三戸藩の両国支配も安定し、1625年には、三戸城の集築と拡張を始めるなど、両国経営に本格的に乗り出せる状況が整ったことによる。そのような中、1625年頃から赤沢銅山で銅の採掘が行われるようになった。1626年には、三戸で、官営通報の鋳造が開始されるが、 赤沢銅山で採掘された銅が、官営通報の鋳造に用いられたとの説もある。1639年には、赤沢銅山に銅山奉行が設置されるが、その後間もなく銅の採掘は、中止に追い込まれる。また、官営年間からの赤沢銅山の稼働によって、近隣の農村は、鉱毒水による大きな被害を受けたものと考えられる。このことは、 江戸時代の赤沢銅山の稼働が困難となる要因となった。1640年、戦国時代に、海の黒川金山の採掘に従事した、金山州の子孫である長田市の当主である、長田萌衛門が、水戸藩に来て、地水や鉱山の開発に従事するようになった。長田萌衛門とその息子である、長田貫衛門のは17世紀後半、水戸藩内で、 鉱山開発を盛んに行うことになる。17世紀後半に入ると、水戸藩は財政的に苦しくなってきており、鉱山開発を行うことにより、藩の財政を好転させる目論みがあった。1692年に、長田官衛門のが、水戸藩内の鉱山の調査結果と開発策をまとめた、御領内御金山一貫という文書によれば、 長田萌え門と長田貝絵門のは3度にわたって赤沢銅山の開発に乗り出したことがわかる。しかし、赤沢銅山には銅の鉱脈が豊富に存在するものの、採掘によって発生した鉱毒によって、再び周辺の水田に被害が発生したことに、加えて、銅の価格の低下と精霊用の炭の価格が高騰して採算が取れないため、最終的に開発は断念された。 18世紀に入り、放映年間に赤沢銅山の再開発を行い、赤沢銅山で産出された銅で貨幣の鋳造を行う計画が立てられた。この計画は、江戸幕府の認可を受けることに成功し、江戸の商人から資金の提供を受けて事業が開始された。豪商であった木の国や文在門もこの事業に参画したと考えられるが、やはり公害が発生して、 周辺の水田に害をもたらしたことと、利益を上げることができなかったために短期間のうちに、事業を中止に追い込まれた。また、当時農村地帯であった赤沢銅山周辺に生活習慣の異なる鉱山労働者たちが集まったことによって、住民と鉱山労働者との間に摩擦も発生した。 その後18世紀後半に2回赤沢銅山の採掘が計画されたが、いずれも郊外問題から許可を受けられなかった。またやや確実性に欠ける資料であるが、1773年に幕府の許可を受けて赤沢銅山の採掘を再開したが、功績の質が悪くて採算が取れず、4年で中止となったとの記録も残っている。いずれにしても、 赤沢銅山が江戸時代には採算が取れなかったことと鉱山創業時に発生した鉱毒被害のために開発が規制される傾向にあったことが赤沢銅山が江戸時代に大きく発展することがなかった理由と考えられる。幕末の1861年、多賀郡の大塚玄護衛門のが水戸藩に赤沢銅山の開発許可を申請した。 1858年には、日米修好通商条約が締結され、同は日本からの主要輸出品の一つとなっていた。当時の状況から、水戸藩は、大塚の申請を許可した。この時も、公害被害の発生を懸念した、近隣住民から鉱山再開発に反対する声が上がったが、水戸藩は、 以前よりも技術が進歩していることを説明し、さらに公害が発生した場合には、大塚玄エモ門のに保証させるとして、住民を説得した。大塚の赤沢銅山の経営は、比較的順調で、銅山会所、大塚会所などと呼ばれるようになった。これは、赤沢銅山で産出される銅を、水戸藩の先培品とするばかりではなく、銅の生産そのものを、 藩の統制下に置くために会所という組織を取らせることになったものと考えられる。しかし1864年に発生した水戸藩内の内紛である天狗島の乱の際、天狗島の田中スナ像が逃亡途中に赤沢銅山会所に食料の援助を要請したところ、大塚玄右衛門のがそれを拒否し、それに対して田中スナ像は、 鉱山の生産設備を破壊した上に火を放ったため、赤沢銅山の経営は中断された。1905年頃の赤沢銅山、明治時代に入り、赤沢銅山の経営に最初に乗り出したのは、佐賀県出身の添田紀日であった。添田は1873年に、大上官布告によって交付された。 日本工法に基づき、赤沢銅山の工業権を取得し、赤沢銅山の経営に乗り出した。1874年には、茨城県庁に、赤沢の立ち木を、校内の支柱や、銅の精霊に用の新担とするために払い下げをする、要申請するが、水源林であることを理由に申請は却下された。そのためもあって1875年には、銅山の経営は行き詰まり、 休業に追い込まれた。なお、添田は、赤沢銅山の他に、足尾銅山の経営権も取得したことで知られている。続いて、赤沢から峠を越えた場所にある石間村で、1879年から、銅の採掘が開始された。しかし経営はうまくいかず大幅な赤字を計上する、状態であり、間もなく旧山になったものと考えられる。 1882年には、添田金一から長山万之助が、赤沢銅山の経営権の譲渡を受ける。しかし長山は、鉱山の経営に乗り出すことなく1884年、荒井醸造に経営権を売却する。荒井も、また鉱山経営を行わずして1886年に、経営権を中山吉兵衛に譲渡したが、 中山吉兵衛も工業権を所持するのみで、鉱山経営は行わなかった。1892年になると、平野良造が、中山が持つ工区の隣に、新たな工区を申請し、許可を得た。平野は、実際に、鉱山の経営を行う意欲を見せ、地元の日立村との間に、銅山経営に関する取り決めを結んだ。 しかし平野も、やはり鉱山経営に乗り出すことができず、結局1894年に、中山義兵衛が持つ鉱区と、平野良造が持つ鉱区は、共に、高橋玄英と、白野拓馬の両名が入手することになった。1894年に、赤沢銅山の工業権を入手した、高橋玄英と、白野拓馬は、添田金一以来久しぶりに、 実際の鉱山経営に乗り出した。時代はちょうど日清戦争の最中であり、銅の需要が高まりつつあって高橋と白野の赤沢銅山経営は順調に進展した。そこで1896年に鉱区の増区を申請したところ、郊外被害の拡大を恐れる地元住民の強硬な反対に直面することになる。まず計画を知った日立村は、 反対を表明。すると、東京鉱山監督署の監督官が、現地調査を行い、工区を増区しても、公害問題は発生しないとの副名書を提出した。しかし日立村は、その副名書に対して極めて厳しい内容の反駁を行い、増区の計画は全く進展しなかった。結局1898年に、高橋と、 白野は14箇条の高毒予防策を盛り込んだ計画書を提出した。日立村は宮田川を飲料水としてもいている地区に移動新設すること、水田に被害が発生した場合には地主に損害賠償を行うことを条件に新たな計画を認め、最初の航空造区の出願から2年半を経過した1899年に、造区はようやく認められた。 しかし14箇条の公害防止策を実行に移す。資金力がなかった高橋と白野は1900年には赤沢銅山の経営を断念して松村醸造と小林圭介の2名に工業権を譲渡した。しかし松村と小林ともやはり資金不足のために赤沢銅山を積極的に開発することができず横浜在住のドイツ人。 リヒャルト・ボイエスが経営するボイエス商会が1901年に工業権を取得した。ボイエス商会は赤沢工業合資会社を設立し、初めて本格的かつ近代的な鉱山経営が行われることになった。赤沢工業合資会社時代、鉱山の現場責任者であったノルウェー人技術者シー・オルセンが鉱山の山の神社に奉納した灯籠を、 日立鉱山山の神社にて撮影。1900年に工業条例が一部改正され、外国人でも法律に従って設立された、法人ならば、日本国内で工業権を取得し、鉱山経営が可能となった。条例改正後早々に、外国資本によって経営されるようになった鉱山があったが、赤沢銅山も1901年から、ボイエス商会が経営を担い、 現場責任者として、ノルウェー人技術者であるシー・オルセンが任命され、オルセンは、精力的に、鉱山開発に取り組んだ。しかし、明治36年度の記録では、赤沢工業合資会社は、従業員163名を数え、年間約78.5トンの銅を生産したが、経営は3500円の赤字となっており、鉱山経営は依然厳しいものがあった。 そのような中、赤沢銅山の経営に、大橋新六と、松村誠吉、松村常次の親子が参画するようになる。1904年の文書には、大橋が鉱山の総代理人と記されており、また鉱術の鉱毒防止命令が1904年に7月に、工業人の変更を理由の一つとして、再度の命令が下された経緯から、同年に、 大橋と松村が赤沢銅山の経営を担うようになったと考えられ、1905年12月の久原ふ之助の鉱山買収時には、赤沢銅山は資金の出資者である松村親子と鉱山経営者の大橋新次によって経営されていた。大橋新六は古川一兵衛の元長年足尾銅山で鉱山開発に従事した経験があり、 鉱山経営に精通した人物であった。ボイエス商会とそれに続く大橋の手によって赤沢銅山は初めて本格的かつ近代的な開発、経営がなされるようになった。まず、常磐線の助川駅から鉱山までの道路の修繕が行われ、1904年には鉱山事務所など参加所への電話付設を行った。また同年には、 水力発電所である影作発電所の使用認可を、受け、運輸、通信、電力といった近代的な鉱山経営に欠かすことができないインフラ整備が行われた。その結果、赤沢銅山の生産量は増加し、1905年には251.2トンの銅の生産を上げるに至った。しかし、経営規模の拡張に伴い経営内容が悪化し、採掘される。 同鉱石の火にも低下していた。また、口述する、郊外問題や鉱山周辺の立ち木の伐採問題で、近隣住民との対立は激化しており、大橋新六と松村誠吉、常地親子は赤沢銅山の経営に意欲を失っていき、1905年12月に、久原久之助に鉱山を売却することになる。鉱山開発の進展に伴い、 公害の発生が深刻化していた。高橋玄英と白の拓馬が1898年に立案した14箇条の公害防止案は実現されることなく、鉱山の規模のみが拡大していた。そのため、地元住民は鉱山の創業停止要求を掲げ、1904年7月には赤沢工業合資会社の事務所に押しかけるに至った。 地元住民から創業停止要求が出される前の1903年、赤沢工業合資会社に対して、公害予防命令が出されていたが、地元住民が鉱山事務所に押しかけた直後、工業人の変更と、鉱毒防止設備の不備を理由として、再度の予防命令が出された。そして1905年1月には、鉱毒予防設備が完成したが、 内容的に不十分なもので、公害防止にはほとんど役に立たなかった。また、赤沢銅山時代、銅の精錬は、旧来の吹き床精錬法を用いていた。吹き床精錬法では、精錬時に、大量の診断が必要であり、また、鉱山の経営規模拡大のためにも、赤沢工業合資会社は、鉱山周辺の立ち木を購入して伐採することを、計画した。 地元住民は伐採計画の中止を求めて各所に請願を繰り返し、一方、鉱山側も立ち木の伐採実現のために陳情を行った。結局1905年12月、茨城県に設置された森林会は、地元住民から出されていた赤沢銅山周辺の森林についての保安林、指定申請を許可し、森林は一旦保全されることになった。 くはらふさのすけくはらふさのすけは1869年山口県萩市に久原ら正三郎の三男として生まれた。久原ら正三郎は藤田組の創始者である藤田伝三郎の実刑で藤田伝三郎と久原ら正三郎、そして二人の実刑である藤田片郎の兄弟三人が出費して1881年に設立された藤田組は 文用物資の調達や土木建築業から1884年には小坂鉱山の払い下げを受け、その後鉱山業を中心として多角的な事業展開を行う財閥へと成長した。久原久之助は1891年に小坂鉱山に赴任し、成功課長や工業課長など、主に最高や精錬の現場で実績を積み、1900年に 小坂鉱山の所長に就任した。当時、小坂鉱山は、日本有数の銀の産出量を上げていた鉱山で、あったが、銀の価格の低落と生産コストの増大で次第に、経営が困難になっていき、その上、1897年の金保二世の復帰によって、銀の価格はさらに低落し、小坂鉱山は閉山の危機を迎えていた。久原は当時、 蘇生が複雑であるために精錬が困難で、利用されずに放置されていた黒鉱に着目した。後に、日立鉱山でも、久原を助けることになる、竹内コレヒコを招兵し、黒鉱の精錬法の研究を重ねた結果、1900年黒鉱から銅を精錬することに成功し、小坂鉱山は、銀山から日本有数の銅山として蘇った。なお九原ふさ助のもと、 小坂鉱山で働いた人物としては、竹内以外にも後に、日立製作所を創立する小平並平などがおり、多くの有能な人材が、日立鉱山の創世期に活躍することになる。小坂鉱山の再建に成功した、久原房之助は、1904年に、小坂鉱山から大阪の藤田組本社に戻り、翌1905年3月には父、 小三郎が隠居したため、九原家の家督を引き継ぎ、藤田組の取締りに就任する。しかし、おじである、藤田伝三郎と藤田組の後継問題をめぐり、対立し、もともと独立して、事業を起こす機会を伺っていた九原は分預金の配分を受けて藤田組を退社することになり、1905年12月10日、正式に退社した。 富士田組で働いている最中から久原房之助は、独自の事業展開を目論み、国内の鉱物資源について広く調査を行わせていた。そんな久原が目をつけたのが、赤沢銅山であった。当時赤沢銅山を経営していた、大橋新六と、松村誠吉、常時の親子は、経営難と、郊外問題での周辺住民とのトラブルなどで、 経営の意欲を失いつつあった。クハラは、赤沢銅山の売却希望を聞きつけると、直ちに、竹内コレヒコラを調査のために派遣した。調査の結果、基地の鉱脈以外にも多くの鉱脈の路頭を発見し、推定埋蔵量約100万トンの有望な鉱山であることを予想した。調査に当たった、竹内らは、クハラ之さ助に購入を進言し、 その結果、藤田組を退社した翌日である1905年、明治38年12月11日、久原は赤沢鉱山を購入した。12月26日には赤沢銅山の名は鉱山の所在地である日立村にちなんで日立鉱山と改められた。竹内これ彦らがその将来性を評価して、 久原ラフサノに購入を進めた結果、日立鉱山は、久原ラフサノが所有することになったが、実際の日立鉱山は平山までに、約3000万トンの鉱石を採掘しており、竹内らの予想をはるかに上回る規模の鉱山であった。日立鉱山創業当初、久原ラフサノが帰居した、久原本部。現在、飛行記念館敷地内に移築保存されている。 富士田組から独立して、日立鉱山を購入した、久原房之助は、まず1906年1月1日に、鉱山事務所の規則や、勤務心得を作成するなど、鉱山の組織を整備し、続いて2月には、第一建鉱の改作を開始し、鉱山付属の診療所を開設した。続いて9月には、里川の水利権を、茨城電気会社より取得して、 中里発電所の建設を開始するなどや継ぎ早に鉱山の整備を進めた。また、赤沢鉱山時代に地域住民との間でトラブルになった鉱山近隣の森林伐採問題についても、鉱山事業拡張のための用地確保と建築資材を入手するために森林伐採を行うことを計画した。 クハラは住民たちと交渉を積極的に進め、その結果森林の伐採を行う保証として、毎年200円を支払うことと、15本の井戸を掘る、代金として300円を支出することを条件に、保安林の指定解除で合意し、保安林指定を申請した、地元住民の名で、指定解除の申請が、茨城県知事に出され、1906年9月に、県より、 保安林解除の告示がなされた。このように、日立鉱山の創業直後から精力的な鉱山開発が行われていったが、当初、生産は上がらず、その上5月には赤沢銅山以来の従業員が、久原の鉱山経営に反発し、同盟企業を行う事態が発生した。 また藤田組から離れるにあたってクハラが受け取ることになった。分預金は470万円余りであったが、これは10年分割で支払われることになっていた。クハラは赤沢銅山の購入に総計42万円余りを費やしており、創業直後の日立鉱山の経営や積極的な鉱山開発を進めていくためには、どうしても資金の調達が必要になった。 しかし当時の財界は、久原のことを重く見ていなかったため、資金調達にも悩まされることになった。小坂鉱山での実績があると言っても、久原はまだ独立して、事業を開始したばかりの三十代の青年であった、わけで、これは、やむを得ないところであった。そこで、父、正三郎以来の交流があり、久原房之さの助のことを高く評価していた長州罰の、大物。 井上薫の援助はおぐことになった。しかし井上も当初ものになるかどうかわからなかった、日立鉱山に対して無条件で援助をするはずがなく、鉱山開発の具体的プランと将来性を証明する具体的な資料を求めてきた。久原の手によって開発が開始されたばかりの日立鉱山に井上を納得させることができる開発の具体的プランや、 何と言っても将来性を証明する具体的な資料があるわけはなく、久原は自ら採掘現場に出向き、甲府らと共に採掘に従事して現場から井上が求める具体的な資料を入手しようとも試みたという。そこで、久原はやはり父の代から取引があった、河野池財閥の援助を求めることになった。河野池は有志について承諾はしたが、 日立鉱山の経営の三角を強く求め、その結果1906年5月、もう年への鉱山経営の実績があった、神田霊次を、日立鉱山の所長として送り込んできた。しかし積極的に、日立鉱山を開発しようとする久原と、堅実な開発を志向する神田は激しく、対立するようになり、断層によって鉱脈が途切れ、日立鉱山には、 見込みがないと判断した神田は、鉱山開発中止をクハラに進言するに至り、結局1907年3月、1年足らずで、神田は所長を辞任することになる。また、神田と共に、日立鉱山にやってきた中堅の技術者たちも全員、辞職した。窮地に陥ったクハラを救ったのが、小坂鉱山で、クハラの下で働いた人々であった。 第二代所長として、久原は、小坂時代からの右腕である、竹内コレヒコを任命するなど、多くの人材を、小坂鉱山から引き抜いた。小坂鉱山では、職員だけでも40名以上が、日立鉱山に移り、小坂勢と呼ばれるようになった。社員のみならず多くの優秀な候夫も、小坂鉱山から、日立にやってきたと考えられている。 そして1908年2月、井上香織が、日立鉱山の視察に訪れることになった。井上の視察の直前に当時日立鉱山で、最も期待をかけていた鉱脈が、断層にぶつかり、途切れてしまうというハプニングが起こったが、優秀な工夫を2時間交代で24時間体制で、採掘に当たらせ、断層の先に鉱脈を再び捉えることに成功した。 視察を行った井上は、日立鉱山を評価し、井上からの援助は実現することになった。1906年2月に改削が開始された、日立鉱山第一建工。創業を開始して、しばらくの間はつまずきを見せた日立鉱山であったが、やがて急速な勢いで発展していくことになる。発展を支えたのは、まず何よりも日立鉱山が、足尾銅山、別紙銅山、 小坂鉱山といった日本を代表する銅山と肩を並べるほどの埋蔵量に恵まれた鉱山であったことが要因であるが、鉱山の経営を担った、久原ら之助らの努力や、鉱山の発展をもたらした外的要因も見逃すことができない。まず、日立鉱山の創業はちょうど日露戦争後の日本経済の発展期にあたった。この当時、工業や重工業は、 目覚ましい発展を遂げており、鉱山の発展はこの自流にうまく乗った。また、久原房之助は、反伐の代表格であった長州伐の山口県の出身であり、鉱山創業直後の久原の苦境を救ったのは、長州出身である井上薫であった。しかも久原はかつて、富田組の一員として活躍していて、多額の分与金を受け取ることができた。 つまり、クハラは、近代的な鉱山建設に必要不可欠である、大規模な設備投資を行うのに必要となる、多額の資金を、調達可能な経済的に恵まれた境遇であった。そしてそれらの恵まれた条件を存分に活かした、クハラの積極的な鉱山に対する投資がなされた、ことが、鉱山の急速な発展をもたらした。 日立鉱山の発展に大きく寄与した投資を、列挙すると、近代的な鉱山経営に必要不可欠である、発電所の建設、炭鉱に、最新の技術を導入したこと、削岩機を導入して、採掘の機械化を図ったこと、進んだ精錬法を採用したこと、常磐線、助川駅から鉱山までの日立鉱山専用電気。 鉄道や鉱石を運搬する作動を建設して輸送面の充実を図ったこと、そして日立鉱山で産出される鉱石ばかりではなく、他の鉱山で採掘された鉱石を購入して精錬を行う売行を積極的に進めたことなどが挙げられる。石岡第一発電所。日本で最も古い鉄筋コンクリート製の建造物の一つであることと、 日本の近代産業史で大きな役割を果たした日立鉱山の代表的施設であることが評価され、2008年に重要文化財に指定されている。鉱山の近代化、特に機械化を推進するために電力が不可欠と判断したクハラは、季節の発電所では十分な電力供給が不可能であったため、日立鉱山の工作課長であった。 小平並平野土木係長であった宮永が平桜を中心に発電所建設を推し進めた。まず1906年に、久慈川の支流である里川の水利権を茨城電気株式会社より譲り受けると、翌年には中里第一発電所を、1908年には中里第二発電所を開設し、1909年、原日立大田市の町屋に、 水力発電所を開設した。しかし、鉱山の発展によりこれでも、電力不足という事態が発生したので、新たに、元気体茨城市や高萩市を流れる大北側の水利権を獲得して、1911年に、日本初の鉄筋コンクリート製の水路式水力、発電所である、石岡第一発電所を完成させた。石岡第一発電所は完成当時、 日本で有数の水力発電所であった。そして日立鉱山の発展に伴う電力需要の増大によって、さらなる発電所の建設が必要となったため、石岡第一発電所の下流部に、石岡第二発電所を建設し、1913年、完成した。炭鉱を行って新たな鉱脈を発見することは、鉱山の経営上重要である。 クハラは炭鉱に大きな関心を持っており、1907年には日本で初めてのダイヤモンド止水を導入した。その結果、1907年には中性鉱床1910年に高鈴鉱床そして1912年には赤沢鉱床を発見するなど、短期間のうちに有望鉱脈を発見し、鉱脈の内容についても詳細に把握することができたため、 探行結果を参考にしながら大規模な鉱山建設を進めることが可能になった。最高に威力を発揮するようになったのが、作岩機であった。1907年、日立鉱山では、作岩機が導入された。日立鉱山や別紙銅山のようなキースラーガー型の鉱床は、鉱床が、相乗ないしレンズ状をしていて、足尾銅山のような鉱脈型の鉱床と比べて、 交渉に厚みがあって、機械化が容易であったという利点があったが、これまでの全面的に人力に頼った最高に比べて、能率が大きく向上して生産力の急速な増大に貢献した。日立鉱山の発足時、銅の精錬は、旧来の吹き床精錬法であった。1907年、鉱山の所長に就任した竹内コレヒ彦は、かつて小坂鉱山で、 黒子の精錬砲を編み出した人物であり、日立でも当然最新の精錬砲の導入を図ることになった。1908に創業を開始した太陽院精錬所では、採掘された日立鉱山の含む銅硫化鉄鉱のうち、粉状をした粉鉱は、製断機で断鉱にするか、焼結炉で焼結させた上で、まず固まり鉱とともに、 少量の石炭内視コークスで溶解し、産出された銅を、ベッセマー電ロで素銅とするという生荒金吹き法、内視半次溶法と呼ばれる方式を採用した。この方式は、複雑な蘇生をした黒鉱の精錬を行うために、開発されたため、多種多様の鉱石を一度に、処理するのに向いていた。そこで銅の鉱石と、金、銀を含有する鉱石を混合して精錬するように、 なり、売工といって、他の鉱山から鉱石を購入するようになった。金、銀鉱石と一緒に銅を精錬するようになったため、粗銅中に金銀が含まれるようになり、純度が高い電気銅にするための電解精錬を行う必要性が高まったため、電錬工場も1911年に創業を開始した。また採掘した鉱石の選行については、 日立鉱山創業当初は、鉱石の同品位が高かったので手選行のみを行ってきたが、鉱山の大規模化に伴い、低品位の鉱石の採掘量が増大したため、足尾銅山の選行書を視察した上で検討、研究を重ね、機械選行を行う選行書を建設するに至った。このように、日立鉱山は、最新の技術を積極的に導入することによって、 急速な発展を遂げる。他の日本を代表する銅山よりも、後発の鉱山であった日立鉱山は、先行書の建設に際して、足尾銅山の先行書を視察をした上で研究、検討を重ねた上で先行書の建設を行うなど、導入が始まったばかりの各種の新技術を、日立鉱山の実情に合わせて、研究や検討を加えた上で導入することが、 可能であったという利点があった。また、日立鉱山の急速な発展をもたらした要因としては、近隣に常磐丹田があり、また精錬に必要な石灰石も、鉱山周辺から入手が可能であったという利点も、見逃すことができない。日立鉱山専用電気鉄道で使用された、電気機関車。日光記念館敷地内で撮影。久原らふさは、 日立鉱山の発展のために他の鉱山で採掘される鉱石を購入して精錬を行う売鉱を積極的に推進することを決断した。当時、売鉱は小規模なものが行われていたのみであり、クハラは他に先駆けて売鉱を推進した。これは日立鉱山で採掘される鉱石のみを精錬するよりも他の鉱山の鉱石も購入する方が 生産力の向上が図られることと、単一の鉱山の鉱石に頼るよりも多くの鉱山の鉱石を精錬する方が経営上のリスクが低下すると判断したことによる。また、日立鉱山の特性が賠庫を推進することになった。まず立地条件の良さである。日立鉱山は、常磐線の助川駅から数キロの場所にあって、他の有力鉱山よりも、 交通の便が格段に良かった。しかも、日立の地は関東地方にあって、日本の国土のほぼ中心付近にある。これは他の鉱山で採掘された鉱石を購入する売鉱にとって大きなメリットであった。そして日立鉱山から産出される含む銅硫化鉄鉱の性質も売鉱を推進した。日立銅山の鉱石は日本の有力銅鉱山の中で、 最も塩基性が高い鉱石であり、生荒金武き法での精錬時溶剤として、計算室の鉱石が必要であった。当初、日立鉱山の近隣で採掘される、計算室の鉱石を溶剤として用いていたが、アルミニウム分が高いために溶剤として不向きであった。そこで各地で採掘される金や銀を含有した、計算室の鉱石を購入し、 銅の精錬と共に副産物として金、銀を生産する方法が取られるようになった。培工を積極的に進めるためには、宮田川流域の採用部にあたる鉱山の中心地の本山ではなく、もっと便利で広い場所に精錬所を建設する必要性があった。そこで鉱山の中心部と、助川駅のほぼ中間付近にある、当時ほぼ廃寺同様になっていた。 大友院という総当州の寺の跡地に清錬所を建設することになった。1908年に大友院清錬所が創業を開始した。売校の推進と鉱山の中心部から離れた場所の清錬所建設は必然的に輸送手段強化の必要性を招いた。これまで牛車や馬車に頼っていた輸送であったが、1908年5月に スケカは大院間の専用電気鉄道の建設許可を申請した。鉄道の建設は小平並平が当たったと考えられており、8月に認可が降りると10月末には試運転、11月には使用許可が降りている。そして日立鉱山の本山から大遊院までの鉱石輸送に用いられる作動も同年着工され、1909年に1月に完成した。 このような新技術の導入や鉱山設備充実の成果によって1908年に日立鉱山の銅生産量は1781トンとなり早くも小坂鉱山、足尾銅山、別市銅山に次ぐ日本第4位の生産量を上げる銅山となったその後も生産量は増大し1911年には銅生産量は5670トンとなり 短期間のうちに日本を代表する銅山の一つに成長した。1905年の創業後、わずか数年の間に日本有数の銅山へと成長した日立銅山は、大正時代に入っても規模の拡大を続けた。まず鉱山で産出される鉱石の運搬や、物資や人員の移送に用いる建工は、 1912年から1917年までの約5年間に第4、第5、第6、第7、第8、第9と6本の建港が新設された。そして、港内の輸送手段としては、港内電気軌道の建設を進め、1915年9月には3トントロリー機関車を用いた鉱石運搬での使用を開始した。そして最高量の増大は、 鉱石輸送力の増強の必要性を生み、1913年から1920年までの間に作動がさらに整備されていった。その他、島内で輸出する排水を組み上げる排水ポンプの増設、先行所の建設、精錬部門の増強などが進められた。精錬部門の中で純道を精錬する電錬工場は大正時代に入って大きく拡張された。 戦術の石岡第二発電所は、電電工場の拡張によって需要が急増した、電気を賄うために建設されたものである。そして、石岡第二発電所の建設をもってしても、電力不足となったため、原岩岸の夏井川に夏井川第一発電所を建設するに至った。これは、日本国内で、造船関連や、 電気関連を中心に、純道の需要が増大していたことが一因であったが、1914年に開戦した第一次世界大戦に伴う、大戦景気は、その傾向に拍車をかけることになった。特に電力事業や電線、電気関連産業の伸びは著しく、それら産業に必要不可欠である道の需要は、急増した。 そのためこれまで多くが輸出されていた日本国内で産出される銅は国内需要の急進に伴い第一次世界大戦の間にほぼ国内で消費されるようになった。日立鉱山の荒鉱産出量は1918年には50万トンを突破し銅の生産量は1万3000トンを超えた。銅価格の急騰もあって日立鉱山は巨額の利益を上げるようになった。 久原房之助は1912年10月、これまでの久原工業所という個人経営の組織から、久原工業株式会社に改組した。久原工業株式会社は、日立鉱山を中核として大きな発展を見せ、まず、日本各地の鉱山を買収し、秋田県、新潟県、北海道では、油田開発に着手して、それから、 朝鮮半島各地の鉱山にも買収の手を伸ばした。また、日立鉱山の同性連邦が金や銀を含有した計算室鉱石を必要としたため、主に伊豆半島の金山の買収を進め、金銀を含有する計算室の鉱石確保に努めることになった。1916年には主に硫化鉄鉱を算出する。 日立鉱山に隣接する諏訪鉱山を買収し、以後諏訪鉱山は日立鉱山の資産となった。区原工業は第一次世界大戦の後継機の波に乗って拡大を続けた。区原房之助は中国、フィリピン、ボルネオなどに資源調査の手を伸ばし、積極的な海外進出を目論んだ。区原の事業は工業以外にも拡大をしており、 ク原財閥が形成されていった。明治末期のク原工業所日立製作所と電連工場、向かって右が日立製作所、左が電連工場。日立製作所を創設した小平奈美平は小坂時代からク原房之助の事業を助けていた。小平は1906年、日立鉱山で必要な電力確保のために計画した。 発電所建設を指揮する人物として、久原から要請を受け、日立鉱山に赴任した。小平は、鉱山の電力問題の解決のために、石岡第一発電所などの建設を行い、また、電気鉄道の建設に携わるなど、日立鉱山初期の設備の近代化に大きく貢献した。小平は、日立鉱山に赴任する直前に、知人に、鉱山で、 電気機械の修理でノウハウを積み、やがては機械を自作する希望を語っていたといい、当初から独自の事業を展開する強い意欲を持っていた。そして、小平は日立鉱山に勤務しながらも、工業以外の事業への拡大について強い関心を持っていた。これは工業のみでは事業の将来性に不安があると考えていて、 事業の多角化を行って安定した経営を目指すのとが必要と判断したためである。建設当時日本有数の規模であった石岡第一発電所は当初日立鉱山で用いる電力以上の発電能力を持っていた。これは小平が余剰電力で化学工業を起こそうと考えたためで実際事業化を目指したが日立鉱山の拡張規模が 小平の想定を遥かに上回り、石岡第一発電所の能力では、日立鉱山の電力をまかないきれなくなって、計画は頓挫した。小平は、日立鉱山で、工作課長という役職についていた。これは、鉱山で用いる土木、電気、機械の修理等を一切引き受ける部署であった。鉱山創業以来、当時としては、 最新の機械の導入を進めていた日立鉱山では、多くの機械類は電化されていた。そのため多くの電動機や、変圧器などが使用されていたが、鉱山での機械使用はかなり乱暴なことが多く、アメリカ製の電動機はしばしば故障を繰り返した。ひどい故障がある場合も少なくなく、そうすると、もはや修理ではなく、ほぼ心臓するのと同じことになってしまった。 そのような状況の中で、将兵たちは、電気機械製造についてのノウハウを身につけていった。鉱山機械の修理工場は、当初日立鉱山の本山付近にあったが、太遊院の清錬所が開設された1908年には、清錬所構内に移転した。しかしわずか4ヶ月で移転させられ、さらに翌1909年には、電気鉄道の太遊院停留所隣への移転を、 命じられた。短期間での度重なる修理工場の移転は、当時、日立鉱山内で、将兵たちの機械修理部門が、必ずしも、重く見られていなかったことを示している。しかし、電気機械の修理の豊富な経験は、確実に将兵たちの能力を高めていた。鋳物と絶縁の技術さえあれば電気機械製造が、可能と判断した小平は、 1910年には、イギリスから鉄板を加工する機械を購入し、独自の設計で5馬力の電動機3台を製作し、続いて200馬力の電動機を作成した。小平は、本格的に、電気機械製造に乗り出す決意を固め、クハラに許可を求めた。クハラは、機械製造に関してはもともと関心が薄く、また当時の技術水準から見て、 欧米製に遥かに劣っていた電気機械の製造を行う必要性を認めていなかったため、当初、小平の計画を認めようとはしなかった。しかし、日立鉱山の所長を務めていた、久原の右腕である、竹内ポレヒ彦が、小平の計画を支持したこともあって、最終的に計画は承認され、日立鉱山の購読のために荒れ果てていた、日立村宮田あざ内に、 当初芝内製作所と呼ばれた工場が建設された。1911年からは、変圧器、電動器、発電機、電気機関車といった、電気機器の製造を本格的に開始した。当初、需要は、日立鉱山内に限られていたが、早くも、同年4月には、茨城電気会社に、変圧器を販売し、日立鉱山外に顧客を得るようになった。 しかし、同年11月に製作した日立鉱山での、電解精錬で用いられる発電機は、故障が頻発し、鉱山内から、電気機械製作事業を放棄すべきとの声も上がった。1912年1月1日、日立鉱山では、植生の変更が行われ、その中で、日立製作所は、日立鉱山工作課から独立し、久原工業所日立製作所となった。 こうして、まだ、久原工業所に所属していたが、鉱山業と並ぶ、独自の事業として、電気機械等の製作販売を行う、日立製作所が設立された。日立鉱山、ゆ子の墓、日立市内の寺院、太遊院境内にて撮影。日立鉱山の急速な発展は、久原ら鉱山経営人に、鉱山で働く労働者の確保と、急増した、 鉱山労働者たちに対する統制という大きな課題をもたらすことになった。クハララは交付に対してかなり強引な使役を行い、また日本の鉱山で監修的に行われてきた販売制度や交付間で技能要請や総合扶助などの目的として存在した有効制度を利用して交付を日本各地から確保し、確保した交付たちを統制していった。 日立鉱山創業直後、鉱山の事務所規則や勤務心得などを制定し、また日用品の供給を行う供給所や付属委員の開設など、職員制度と労働環境の整備を行った。しかし、日立鉱山創業から半年足らずの1906年5月、赤沢銅山時代から鉱山で働いてきた甲府が、労働条件の改善を求めて、 同盟企業を行うという事態が発生した。これは小鉱山であった赤沢鉱山時代を遥かに上回る1日10時間から12時間にも及ぶ校内労働に甲府たちが強く反発したのが原因であった。この事態は久原が警官隊を導入し葬儀の首謀者を解雇したことによって解決を見た。 葬儀解決後、クハラは、ローム管理体制の強化を図った。1907年1月には、イーバ規則を制定し、最高部門に熟練交付からなる、交付半馬と、未熟練の交付からなる雑、オット馬が置かれ、削願機を扱う交付を除くすべての交付が、半馬に所属させられた。半馬は、ベテランの交付の中から、半馬頭が任命され、 甲府の統制全般を担っていた。ハンバ制度は、鉱山や、鉱付のことを熟知した、ハンバー玉に、校内の統制を委任する形を取るため、労務管理に関する手間や経費が節約できて、鉱付の統制も容易であるなどという経営上の利点があった。ハンバー玉は所属する鉱付が脱走したり解雇された場合、鉱山に弁償金を払うことになっており、 勢い半端頭は、鉱山当局の意向に沿った、交付統制を行うようになっていた。半端は、交付たちの給料を支払うほか、単身者の交付たちには食事の面倒を見たり、長屋で生活していた。夫婦世帯の交付には、日用品の販売も行うなど、交付の生活全般に関わる存在であった。食事代や、日用品代は、 交付の給料から生産されたが、所属する交付の頭数に応じて鉱山から手当が支給される以外、ハンバー玉の収入は、交付からの給料から生産されるお金のみであり、生産には、鉱山の当局は一切タッチしなかったこともあり、ハンバー玉には不正の余地があることや、経営者側に立つハンバー玉が、交付の権利を阻害することも、問題となっていた。 最優院の日立鉱山、優子の墓を一部拡大。日立鉱山、山中優子の文字が読める。技能要請や、総合扶助などの目的で、交付館に存在した、優子制度も、久原の鉱山経営や、労務管理に利用された。まず、優子同士のネットワークを利用して、熟練交付を全国各地から引き抜きを図った。特に久原がかつて所長を務めた。 小坂鉱山からは大勢の甲府が日立鉱山にやってきた。そして日立鉱山創業直後に発生した3人のハンバー玉が殺害されるという事件の後、ゆ子の有力者を新たなハンバー玉に指名して、甲府たちの統制を図った。しかし、鉱山の管理組織に完全に組み込まれたハンバー制度とは異なり、日立鉱山の場合多くの場面では、 鉱山当局に従順であったが、元来が、交付官の組織であった有効はすべて鉱山当局の言いなりとなったわけではなく、最後まで企業内の組織と融合することはなかった。クハラは、ローム管理体制の協会外にも従業員の福利厚生制度の充実を図り、職員住宅の建設と生活必需品の供給について努力した。 1906年7月には単身者のために本山書院合宿所を建設し、その後も鉱山の拡大に伴って宮田川沿いに職員用の社宅を次々と建設していった。鉱山従業員は社員と工員に区分されていて、工員の住宅は長屋であった。そして日立鉱山では創業直後に移植の確保の ために、日用品の供給を担う供給所が設けられ、順次拡大していった。供給所では、食料品、医療、診断などの生活必需品から、文房具や雑誌など、460品目もの品を扱っており、それらは、鹿よりも1割から3割程度安く供給された。特に主食である米の供給には配慮していて、鹿の半値程度で、 一定量を販売し、その分量を超えた場合は、鹿での販売を行い、安価で販売する米の鹿との差額は、日立鉱山が保障した。この制度は1918年の米騒動の際に、有効に機能し、鉱山従業員の生活を守ることに大きく貢献した。供給所で供給される物品は、交付の場合給料の中で、利用可能な割合が定められていて、 各自が持つ通帳に供給所の利用可能額が明記され、その中で購入ができた。そして供給所で購入した代金は、それぞれの給料から差し引かれる仕組みになっていた。また、主家よりも、安価に物品を供給していた。関係上、購入した物品の鉱山外部との転売や交換は、固く禁じられていた。また、日立鉱山では1913年に、 本山劇場を建設し、1917年には、収容辞任3000人と言われる、東京の歌舞伎座の建築様式を取り入れた、友楽館を建設し、従業員たちの娯楽の充実を図った。このように様々な施策を用いて、久原ら日立鉱山の経営陣は、鉱山労働者たちの労務管理を実施していった。久原の日立鉱山での労務管理は、 事業と従業員が混然一体とし、愛山の精神を中核とした、いわゆる人山一家主義という日本的な理念に基づく、ものであった。日立鉱山港内での手彫りでの最高光景。明治末から大正初年の絵はがきより、戦前の日立鉱山では、鉱山で働く労働者は、社員と公員に大きく二分されていた。社員は、地質や工学、 夜勤などの技術を持っているか経営の知識や実務経験がある人々を指し、鉱山の企業経営を担った人材だった。日立鉱山の創世期、経営の地固めのために各種の人材が求められ、その結果社員の構成費が全従業員の10%を超えた時期もあったが、概ね社員は全従業員の5から6%の割合で推移した。鉱員は、 日立鉱山の労働者のほとんどを占め、社員との待遇には明確な格差が存在した。まず賃金については、社員は基本的に月給制であったのに対して、公員は日給制であった。また労働時間や休暇、初手当てにも大きな格差が存在した。また社宅や供給所などの福利厚生面でも大きな格差が設けられていた。社宅は、 社員の住宅については、薬宅、公員は、長屋と呼ばれ、薬宅は、水道、トイレ、風呂付けであったのに対して、公員はすべて共同であった。そして薬宅と、長屋は違う地区に建設され、双方が混在することはなかった。供給所での購入についても公員は、限度額が決められていたのに対して社員は、制限額がなく、しかも、 社員の役宅には供給所の従業員が、御用機器に日産し、配達も行っていた。鉱山電車でも、社員と工員は乗車する車両が区別されていた。そして、社員、工員の内部にも階級が存在した。社員は、職員、コイン、見習い生の三つに区分され、工員は、職頭、小頭、甲府のやはり三階級であった。つまり、 日立鉱山ではピラミッド型の階級社会が形成されていた。時代が下るに従って上下の格差は幾分縮小するが結局戦後になるまで社員と行員の区別は続けられた。このような階級制度は鉱山と鉱山社会の秩序維持に貢献したと考えられる。しかしあまりにも明確な格差は緊張感を生み出すためそれを緩和する手段として 日立鉱山の人山一家主義が持ち出されることになった。また1909年に創立した日立鉱山夜、学校に3年間通い、卒業した、公員は、見習い生に採用されることとした。夜学校は1919 19年日立鉱山、公衆夜学校と解消され、鉱山の中で優秀な公員を対象に中学校、卒業程度の教育を行ったが、 授業内容は厳しく入学者の10分の1程度しか卒業できなかった。そして夜学校を優秀な成績で卒業した場合、大学で専門教育を受ける本社留学生制度が1915年に設けられた。これは東京の本社に勤務しながら夜間大学に通う制度であり、鉱山での中堅幹部職員の養成を図った制度であった。 つまり狭き門であるとはいえ、公員から社員になる道は設けられていて、これは、社員すべてを、鉱山外から雇用することが困難となったために、内部投用の道を開き、向上心を持つ若い公員を、社員採用して、労務管理策の一環を担うようにするといった、目的とともに、鉱山の階級社会への不満を幾分なりとも、和らげる効果があった。 そして1919 19年、甲府の中でも小学校を卒業していなかったり、高等小学校に通わなかった人々の中で、希望者を対象に教育を行う日立鉱山、おつしよる学校が創立された。ここでは、基本的な読み書きや算数とともに、就身の時間が設けられ、基本的な学問とともに、日立鉱山の従業員教育の場としても、活用された。そのため、 鉱山当局は誰でも年齢に関係なく、お菓子夜学校の通学を認め、入学の勧誘にも努めている。なお、日立鉱山お菓子夜学校を卒業すれば、日立鉱山公衆夜学校に進学することが可能であり、理屈の上では全く無学の公員でも努力次第で、社員や中堅幹部職員になる道は閉ざされていなかった。日立鉱山お菓子夜学校の存在は、 日立鉱山の標榜する人山一家主義を強化するものであったとも言える。急速な鉱山の発展によって公害問題が深刻化した。特に精錬所から出される肺炎による公害は深刻で一時期鉱山経営が危ぶまれるほどであった。赤沢銅山時代、鉱山の排出する鉱毒水による住民被害が最も深刻な公害問題であった。 クハラ・フサノスケの前経営者であった、大橋新六と、松村誠吉、つねじ親子は、高毒水被害の対応が困難になったことが、事業撤退の一因になった。つまり、クハラ・フサノスケが、日立鉱山の経営を開始した時点で、効果的な高毒水の予防措置は取られていない状態であった。そのような中で、日立鉱山の大躍進が始まったため、 鉱山下流域の鉱毒被害はますます激化した。こうした事態を受けて、日立鉱山側が取った施策はまず被害をこむった田畑の所有者に金銭保障を行うことであった。そして鉱毒水による被害が続く中、日立鉱山側は被害の著しい地区の被害者から半永久的に土地を借り受ける契約を結んだり、土地の買収に乗り出すようになり、 1917年頃までには、鉱毒被害地の買収、借地は完了し、鉱毒水問題は、一応の解決を見た。日立鉱山の発展によって、鉱山施設の相次ぐ増設、鉱山で働く労働者たちの住宅建設、そして、鉱山労働者が利用する、供給所や病院、学校などの生活関連施設の建設が必要と、 なっていて、高毒水のため荒れ果てて放棄された宮田川流域の農地の多くは、鉱山関連施設や鉱山で働く労働者たちの住宅、そして生活関連施設へと変わっていくことになる。やがて、日立鉱山や日立製作所の発展に伴い、日立市街地が形成されていく中、残った農地も次々と買収されていった。日立鉱山は、 渡瀬川の上流部にあって、流域の広い範囲に、鉱毒被害を広げることになった足尾銅山と異なり、わずか8キロの長さしかない宮田川流域の鉱山であった。このため、鉱毒の被害を被った土地を、半永久的に借り受けたり、土地を購入するという手段を取ることが可能であった。つまり、鉱山が、鉱毒の被害地を占有するという方法で、鉱毒被害を、ある意味、 解決に導くことになった。そして、鉱毒被害地は、日立鉱山や日立製作所の施設や、鉱山や工場で働く労働者たちの住宅や、生活関連施設、そして、産業の発展に伴い拡大していった、日立市街地となっていった。また、日立鉱山から排出される、鉱毒水は磯焼けを発生させ、日立沿岸の漁業に打撃を与えた。 日立鉱山はこの問題でも、漁業組合に保証金を支払うことで解決を図った。土地の占有によって、鉱毒水問題が、一応の解決を見た後も、先行時の廃スなど、鉱山廃棄物の宮田川への投記は継続されていた。ため、宮田川の汚染と日立沿岸の漁業への悪影響は、なかなか改善せず、戦後も日立鉱山から、 業業関係者に対する保障は行われた。宮田川と日立沿岸の水質汚染問題が改善を見せるのは、1970年代に入って、環境保護への意識が高まり、先行時の排ガスの投機中止など、汚染防止の具体策が取られるようになってからである。1915年の大煙突完成前、 塩害がひどかった、時期の大輸院生涯所、神南縁道と、通称は宝煙突から肺炎が排出されている。大正初期の絵葉書きより。まだ、赤沢銅山時代の1904年に塩害が発生し、1907年5月には、農作物の被害に対して、損害賠償を求める運動に発展し、8月には、 実際損害賠償が支払われることになった。入島住民の中で、園外被害の交渉役となったのが、関馬の城で、関の持つ鉱山と、地域住民の共存共栄という考え方は、鉱山側の人山一家という家族主義的な経営思想と結びつき、加害者である日立鉱山と被害者側が、第三者の介入や、 政治的解決を避け、当事者間の直接交渉で平和的な問題解決に当たることにつながった。これは、塩害被害地全体の運動の方向性と、日立鉱山の塩害対策に大きな影響をもたらした。日立鉱山側は、塩害問題の解決に保障をする方針を取った。これは、赤沢銅山時代から鉱毒水問題で、 被害補償を行った前例があるなど、鉱毒被害者と鉱山側との間で補償による問題解決が慣例化されていたこと、当初被害農民たちの要求が鉱山の操業停止ではなく被害の補償であったこと、久原ふ之助が小坂鉱山で園外被害の補償について経験していたこと、鉱毒水問題で支払った補償額が比較的少額であったこと、そして当時、 足尾銅山など他の鉱山で発生していた公害問題が大きな社会問題となっていたことなどが理由であった。1908年に被害農民と直接交渉し、塩害の被害基準を定めてその基準に従って保証金を支払うという契約を塩害の被害者である農民の代表者と結ぶ方式を開始し、翌年には 日立鉱山内に辞書係が設置され、塩害被害と保証金支払いを専門に担当するようになった。日立鉱山の塩害保証の特徴としては、鉱山近隣には手厚くかつ、交渉内容も丁寧で、鉱山から距離が離れた地区には対応も存在であり、鉱山近隣とそれ以外の地域では対応を変化させていたと考えられる。 これは、人山一家主義を唱える日立鉱山としては、鉱山の近隣を重視する考え方に傾きがちで、あったことが理由として考えられる。1908年の大有印精錬書の解説によって、塩害被害は著しく拡大する。まず鉱山近隣のみならず被害が、周辺の町村に拡大し始めた。1915年には、 茨城県北部の4町30村に被害が拡大した。被害の拡大と深刻化は保証金額の不満と保証の遅れを招き、被害農民と鉱山側との対立が激化することになった。農民たちは帝国議会への請願や軍や県に対して円外被害の救済を求める運動を始めた。また1911年9月には、 被害農民600名が、日立鉱山に押しかけ、保証金の増額を要求する事態も発生した。1912年と1913年、茨城県北部で産する旗箱に、大きな被害が出た。旗箱は、当時、国税収入の中で、大きなウエイトを占めていたため、この事態に、水戸仙梅市局長が、遺憾の意を表明する事態となり、旗箱の形は、 塩害予防工事の早急な実現か、畑箱生育時の精錬中止を要求した。この頃には精錬所のある太遊院から鉱山の本拠地である元山付近にかけて樹木が全く枯れたゲ山と化し、土砂の崩壊が相次ぐ事態となった。そして精錬所の西北の収録では、林業や農業が不可能な状態に追い込まれ、集落移転が話題となった。実際、 入島地区は、栃木県那須野への集団移転が真剣に検討された。日立鉱山側は激化する、円買反対運動に対して保証金を支払うことで、対応を続けていたが、その結果として保証金が膨れ上がることになって、増大する、保証金は、鉱山経営を圧迫するようになった。そして日立鉱山近隣は、鋼山となったために、 土砂崩れが頻発して、鉱山の操業に障害を与えるようになっていた。塩害は、鉱山労働者やその家族の健康にも悪影響をもたらしており、鉱山経営上からも、塩害問題の抜本的な解決方法が求められることになった。画面中央の太くて短い煙突が、通称アホ煙突。画面情報の煙突は、崩壊によって短くなった。 大煙突日立鉱山側としても塩害に対してただ手をこま抜いていたわけではなく塩害が深刻化した1911年には神峰炎道を建設し太陽院清錬所からの廃煙は神峰炎道から排出されるようになった神峰炎炎道は清錬所から神峰山山頂に向けて総炎長1630メートルの炎道を壊抜400メートルの 地点まで伸ばし、沿道の途中に十数箇所の肺炎口を設け、送風機で煙を排出して有毒な硫酸ガスを拡散させて、濃度を下げることを目論んだ。しかし排出された煙は空気より重たいために沈み、谷間に再び集められ、集落方向に降りていくために目立った効果がなく、神峰沿道が入島地区に近い場所であったこともあって、 入島地区では帰って被害が激化した。また、肺炎中に含まれるアリューサンガスを除去するアイデアも試みられた。1911年に肺炎から硫酸を製造する工場を設立したが、肝心の肺炎からのアリューサンガスの除去はうまくいかず、しかも化学工業が未発達であった。当時、せっかく製造した硫酸はあまり売れず、 結局、1915年末に閉鎖されることになった。続いて、神峰山の山頂付近まで、神峰沿道を延伸させる計画も立てられた。そのような中、1912年6月に、政府から排煙中のアリュー酸ガス濃度を下げるように命令された。この命令に基づき、低くて太い煙突を用いて、アリュー酸ガスを希釈して放出する計画が実現された。 計画では煙突を3基建設する計画であったが、神峰沿道の結果から、日立鉱山側では効果を疑問視しており、まず1機を先行して建造し、効果を試すことになった。そのずんぐりした形状から、ダルマ煙突と呼ばれた政府の命令によって、建設された煙突は、1913年6月に、完成して使用が開始された。 煙突から排出されるアリウ酸ガスの濃度は政府の命令を満たす濃度にまで低下していた。しかし空気よりも重いアリウ酸ガスは煙突から排出された後は拡散せず地上に広がるため全く塩害防止の役に立たなかった。このためダルマ煙突はいつしかアホ煙突とも呼ばれるようになってしまった。そのような中ようやく塩害被害の拡大に 効果的な対策が講じられるようになった。制限要項の開始である。これは、気象条件上農業被害が生じやすい時に、要項炉の運転を調整して、排出されるアリューサンガスを抑えるという対策であった。しかし、当時、塩害の範囲は広域化かつ深刻化しており、より抜本的な解決策が強く求められた。大煙突、大正初期の絵はがきより、 塩害に対する有効な対策法が見つからず、苦悩する中、クハラ・フサノスケは大煙突の建設を提唱した。クハラのアイデアは、煙はまっすぐ上に登るものなので、高い煙突から煙を排出すれば高層気流に乗って拡散して塩害は軽減されるというものであった。大煙突による塩害問題の解決案は、賛否両論を巻き起こしたが、 神峰山山町で上層の気流について観測を行い、さらに風洞での実験を踏まえ、大煙突建設計画は固められていった。当初、久原は350フィート程度の高さの煙突を想定していたが、大煙突建設のために集めた上層の気流観測データなどから、500フィートの高さにすることが決定された。500フィートの煙突は、 標高約380メートルの丘に建設されることになったため、標高500メートルを超える高所から清錬所の肺炎を放出する計画となった。実際には当時アメリカにあった世界最長の煙突が505フィートであったため、その長さを超える511フィートの煙突が建設されることになった。大煙突は1914年4月に、 農商務省に対して建設の許可を申請し、同月中に建設許可が降りて建設が開始された。大煙突の設計は、石岡第一発電所の建設時に活躍した宮永閉作が当たった。鉄筋コンクリートで作られた大煙突は、同年12月末には完成し、大煙突の付帯工事も、翌1915年2月末に完成。 3月1日から使用開始されることになった。神峰山山町の気象観測所。現在、観測業務は、日立支店基礎団所に引き継がれている大煙突の完成によって特に、日立鉱山近隣の塩害は激減した。しかし、梅雨時に多く見られる北東側からの風が吹くときは、 肺炎が風下に流れて被害が発生し、また大煙突の上に逆転層が形成されるような時も肺炎は上昇することなく地表に下り被害が発生した。そこで日立鉱山は上峰山山町をはじめ各地に気象観測所や観測見張り所を設置して気象観測を行い観測データをもとに炎害発生が予報されると制限要項を実施して 肺炎の量を減らした大煙突と気象観測に基づく制限要項の組み合わせによる塩害防止策は着実な成果をもたらし塩害は減少して日立鉱山が支払う保証金の額は減少していった大煙突完成後の1915年末から久原久之助の命令によって構層気象観測を本格的に開始した これは、第一次世界大戦による後継機を背景に、銅の生産量が増大したのを受けて、クハラは1000フィートの新たな大煙突建設の構想を抱いたことによる。しかし戦争終了後の不況によって、銅の生産量は減少し、新しい大煙突を建設する理由が失われたため、構想気象観測も1919 19年をもって中断された。 塩害は結局、肺炎に含まれるアリュー酸ガスなどの有毒物質の除去技術の発達によって最終的な解決がなされた。まず1936年にはコットレルという肺炎中のエンジンを除去する装置が取り付けられ、続いて1939年にはアリュー酸ガスから硫酸を製造する硫酸工場が完成し、1951年には 硫酸工場増設が行われて、アリュー酸ガス濃度は低下した。そして、鉱石自体を燃料とする、地用炉による精錬が1972年に開始され、精錬時に発生するアリュー酸ガスはほぼ全量、回収して硫酸にすることが可能となり、日立鉱山での塩害問題は終結した。日立市平和通りの桜日立鉱山での塩害対策で、 特徴的なのが、塩害について研究する試験農場を設けたことと、塩害によって荒れ果てた山林に、積極的な植林事業を展開したことである。まず試験農場は1909年に設置され、日立鉱山の塩害による植物への影響を研究した。これは塩害による保障を行う際、作物の受けた被害が、本当に塩害によるものかどうかや、 保証額の算定基準で、被害農民との間で、多くの場合論争になったため、塩害の認定と賠償の基準を作るためのデータを得るために試験農場が必要とされた。そして試験農場では、肺炎による植物への影響を研究するばかりでなく、塩害に強い品種を選び出し、その種子を塩害被害地の農民たちに、有償ないし無償で配布した。また、 試験農場での研究によって、塩害は施肥の工夫によってかなり防ぐことができることが判明したため、1911年、日立鉱山は被害農家に対して保障として肥料を支給することになった。また、試験農場は地域の農民に対して農業経営の改善のために農場の施設を利用するように進めていて、 農場の技術者から直接助言や指導を受けることが可能であり、新品種の導入や栽培技術の研修のために試験農場を利用した地域の農民もいた。激しい塩害のため、鉱山付近の山林は完全にゲ山になっていた。1910年には東京大林区所から塩害による広配地に緑化を行うよう通達があり、 鉱山の直接監督官庁である東京公務所からも同様の命令が出されたことをきっかけに、日立鉱山は植林事業を開始した。伊豆大島の三原山からの噴煙の中で成長する樹木が塩害に強いのではないかとの想定のもと、試験農場で調査を行った結果、大島桜が塩害に強いことが判明し、まず、大島桜の植樹が進められた。 また土砂崩壊を防止するために効果があるとされたヤシャブシの植樹も試み、最初はうまくいかなかったが、近隣の山に自生するヤシャブシから苗木を育成して植樹を行い、好成績を上げた。大煙突と制限陽光によって塩害対策が軌道に乗ると、日立鉱山は植林事業を大々的に取り組んだ。当初、大島桜を大量に植林したが、 単一の植物を大量に植えたことにより、昭和初期に大中害が発生したためにその後は、多種の植物をバランスよく植えることとなった。日立鉱山の植林は、鉱山の所有林ばかりではなく国有林にも及び、さらに特徴的なこととして、園外の被害を受けた山林所有者に対して、日立鉱山が無償で苗木を販布したことが挙げられる。 鉱山の苗木の無償配布は1937年まで続けられ、合計約513万本もの苗木が配布された。そして大島桜の植樹に始まった桜の植樹は、やはり、日立鉱山の試験農場で、苗木の育成が行われるようになったソメイヨシノが、学校や、社宅の近隣に植えられ、やがて、日立市の各地に桜が植えられるようになった。日立市は、 桜の名所として知られるようになり、現在、桜は、日立市の花とされている。第一次世界大戦の終結後、一旦戦後の後継期となるものの、ほどなく深刻な不況が、世界全体を覆うようになった。1920年には、恐慌が発生し、その後関東大震災、昭和金融恐慌、昭和恐慌と、景気交点の糸口がつかめないまま日本は、 不況状態が継続することになる。そのような中、銅の価格は第一次世界大戦中の高値と打って変わって暴落する。ニューヨークの電気銅市場価格は1917年3月の最高値と比べると1930年には4分の1にまで下落した。第一次世界大戦中の銅の増産は 必然的に労働者の賃金上昇をもたらし、また、物価の上昇もあって、日本の銅山の生産費は割高となっており、技術革新や合理化の面で立ち遅れていた。日本産の銅は国際競争力を失っていた。日本の銅鉱山での銅生産工は1917年を、 ピークに減少をはじめ、安価なアメリカ産の銅の輸入によって、日本国内の銅価格も下落し始めた。1919年以降、日本の銅の生産者は、再産割れに陥り、1920年からの不強化では、銅の生産に要する物資や、人件費も下落したが、銅価格の下落はそれらの下げ幅を上回った。従業員解雇や、 賃金カットなどにも限度があり、日本の賛同会は窮地に追い込まれた。当時、アメリカでは、技術革新や合理化の進展によって、銅の生産コストの軽減が進んでおり、さらに1910年代半ば以降、アメリカの賛同企業は、メキシコやチリの銅山を買収して、大規模な開発に着手していた。中南米の銅山は、規模が大きく、また、 現地の労働力を用いての生産コストも低廉であり、銅の世界市場ではアメリカが圧倒的な力を持つに至った。当時、輸入されたアメリカ産の銅は日本で生産される銅よりも1割程度割安であり、その結果割安のアメリカ産銅が1919 19年から大量に輸入されるようになった。日本の銅業界は大量の在庫を抱えるようになって、 投げ売りが相次ぐ参場を停止、国内の中小の同鉱山は閉山するところが、相次ぎ大手の同鉱山も大規模な減産を余儀なくされた。その結果、1921年には日本の産道量は1917年の約半分にまで落ち込んだ。そして生産の低下と、 不況対策の合理化のため、1918年から1922年までの間に、日本の金属鉱山の労働者数は、約4分の1にまで激減することになる。そういう状況した、日本の大手賛同業者である、住友、小賀、藤田、久原の4財閥は、1920年6月、賛同カルテルである、 日本産道販売組合を組織した。しかしおさ、沢鉱山を要する三菱がこのカルテルには参加しておらず、大規模な銅の加工業があって、銅価格の低落で恩恵を被る面もあった、住友、古川と銅の加工業が小さいため銅価格低落の影響がより大きくなる、藤田、久原との利害が衝突し、 1921年6月、住友が日本産道販売組合を脱退しカルテルは一旦崩壊した。しかし、業界の苦境を打開するために、直ちに小賀、藤田、久原、三菱は新カルテルである水曜会を組織し、住友も水曜会に協力することとなった。水曜会は、銅の価格カルテルともにアメリカ産の銅輸入を抑えるために、 関税の引上げ運動を行った。銅加工業者などの反対を押し切り、1921年3月に銅の関税引上げが実施され、アメリカからの銅輸入は大きく減少した。ク原財閥は住友、古川などの他の財閥よりも、銅の価格低下によって大きな打撃をこむった。これはまず先にも説明したように、藤田財閥と、 クハラ財閥は大きな銅の加工部門を持たず、銅価格低下による恩恵を受ける面が少なかったことによる。また、クハラ財閥の主力銅鉱山である日立鉱山は他の日本の主要銅鉱山よりも銅鉱石の比にが低く銅の生産性が低かったために銅価格の低下による悪影響がより大きくなった。クハラ財閥は 新興財閥であり、金融資本が中核となっている以前からの財閥のような組織となっていなかった。財閥としての組織の弱さは、人材の不足と工業部門以外の弱さを露呈し、久原財閥を支えていた工業部門、とりわけ日立鉱山を主力とする賛同部門の失速と久原商事の破綻によって、 く原財閥全体が著しい苦境に追い込まれることになった。1918年、鈴木文治らが主になって結成した、労働組合である、友愛会の組織が、日立鉱山と日立製作所内にできた。日立の友愛会組織は瞬く間のうちに拡大し、同年10月には、会員が1000人を突破した。1919年8月から、 日立鉱山と日立製作所の友愛会は、賃上げ闘争を中心とする葬儀を開始した。当時まだ第一次世界戦終了後の戦後景気が続いていたが、前述のアメリカ産の安い銅の輸入によって、銅価格は低下する中、後景気の中で物価は上昇しており、労働者たちは、解雇による失業と物価の上昇による生活への不安が増大していた。 実際、日立鉱山では1917年、対象6年に約7500人いた従業員が1921年には3000人台にまで減少する。一方やはり同価格の低下による経営難に陥っていた鉱山当局であったが、賃金の増額と臨時手当の支給を決めた。しかし労働者側は賃上げ額の不満から再引上げを要求した。 鉱山当局は、再度の引き上げには、応ずることなく、葬儀の中心人物の解雇を行った。この時にはそれ以上の事態の悪化はなかったが、鉱山側と友愛会との睨み合いが続き、鉱山側は、ハンバー玉や優子などを利用して、友愛会の活動の妨害を続けた。同年11月14日、日立製作所が、大火に遭い、復旧活動に友愛会側が、 あまり協力的でなかったことがきっかけとなり、日立製作所日立工場と日立鉱山は、友愛会の人員の大量解雇を発表した。反発した友愛会は12月初め、鈴木文治、麻生久志、片山明ららが参加する解雇反対葬儀演説会を開いた。会場を監視していた警官が演説会の解散命令を出した直後、会場は混乱に陥り、 その中で、麻生久志らと共に、日立鉱山の友愛会幹部らも検挙された、いわゆる友愛会事件である。友愛会事件の後、日立鉱山の友愛会組織は崩壊した。日立鉱山では、鉱山経営者側が、老子協調の従業員団体である温公会を1920年2月に、組織した。温交会は、労使双方が、 構成員となり、日立鉱山が掲げてきた人山一家主義をより、強力に推進する組織として機能した。会の事業としては病気、退職などの際に、共済金を給付するといった、共済事業が中核であり、その他に、劇場経営や、講演会の開催、そして、人事相談所も運営した。 恩公会は1920年4月の交付賃金の引上げ実施や同時期に採用された8時間労働制を通して徐々に鉱山労働者たちに浸透していき戦前の日立鉱山の労使関係を支えた。なお、日立鉱山では1920年以降の景気悪化により賃金の引き下げや従業員解雇が行われる。同じような状況に置かれた潮銅山。 別紙道山、小坂鉱山、おさ、沢鉱山などでは1920年以降に大きな葬儀が発生したが、日立鉱山では、温交会による労使関係の安定が功を奏し、鉱山外からの労働組合や、労働運動などの働きかけを防ぎ、目立った、労働運動は起こらなかった。また、友愛会事件後の1920年には、販売制度が廃止された。これは、 ハンバ頭を通しての甲府の統制に限界が見えていたことによるもので、同時期、足尾銅山や小坂鉱山などでもハンバ制度が廃止されており、日立鉱山では、諸務係が鉱夫たちの人事機能を担い、老子の意思疎通は、恩公会が行っていくようになった。しかし、ハンバ制度がなくなったとはいえ、ハンバが完全に消えたわけではなく、甲府の世話法という機能は残った。そして、 友愛会事件後も、有効制度は甲府たちの中に根強く残った。有効の有力者には、旧半場頭であった人物など鉱山経営者に近い人物が選ばれ、経営者よりの従業員組織として温存されることになった。日立鉱山で使用された、蓄電知識機関車、日光記念館敷地内で撮影。国際競争力を失い、 国内需要もアメリカ産の安い銅に脅かされるようになった。日本の産銅業は1921年3月の銅の関税引き下げによって当面の危機を脱することができたが、高コストの原因となっている人件費の高騰と生産性の低さを改善するための技術革新と合理化が急務となった。日立鉱山では最高時の削岩機の使用率が上昇し、 1932年には手彫りは全廃されることになる。当初、外国から導入された、削岩器は、日本の鉱山での採興に適したものではなかったため、1910年代までは、削岩器使用による採興よりも手彫りの方が、経済的に有利となる場合があり、手彫りと削岩器が併用されていた。しかし、日本の鉱山の実情にあった、 作岩機が製作されるようになって、作岩機による採光は広まっていった。日立鉱山でも日立式小型作岩機が開発され、最高に威力を発揮することになる。その他、港内に流出する湧き水を排水するポンプの増設や、鉱石を縦鉱から巻き上げる、巻き上げ機の改修などが進められた。そして1932年には、 校内で採掘された鉱石を運搬する蓄電池式機関車が導入され、採工した鉱石の運搬も改良が進んだ。また、この時期に大きく進歩したのが先鋼の技術であった。採工された鉱石の品位を高める先鋼の改良は銅の生産費圧縮に貢献するため、各鉱山で研究が続けられていた。また、 化学工業の発達に伴って1920年代以降、硫化鉄鋼の商品価値が高まっており、含む同硫化鉄鋼と硫化鉄鋼を産出する、日立鉱山の場合、硫化鉄鋼の先行法を確立することが望まれた。そのため浮遊先行の導入に向けた研究が進められたが、硫化交渉で算出される鉱石に適した油剤の開発が思うように進まず、 1920年に、浮遊線工の試験工場が開設された後、1926年に、低品位の鉱石を処理する浮遊線工場が設立され、本格的な浮遊線工場の開設は1932年のことであった。浮遊線工採用の遅れには、油剤の開発が困難であった以外に、日立鉱山独自の理由もあった。 これは、日立鉱山で採掘される銅鉱石と培鉱された金、銀を含有する鉱石を同時に精錬して、銅と共に金、銀を生産する精錬を行っていたため、全面的な浮遊先鉱の採用は1950年まで遅れることになった。精錬方法はこの時代大きな技術的な進歩は見られなかったが、 精錬時に用いる燃料使用率の軽減などが図られていった。これら技術革新や合理化の努力によって、日立銅山の1917年から1923年頃まで、先行と最高の労働生産性は上昇し、その後一時停滞するが、1925年以降、再び労働生産性は上昇するようになった。 1912年1月1日に誕生した、ハ原工業所日立製作所は、1914年に、開戦した第一次世界大戦の影響で1915年から、注文が増え、発展をした。これは、戦場となったヨーロッパからの電気機器の輸入が止まった、ため、国内メーカーに注文が殺到したためである。この頃、 創業間もない日立製作所はまだまだ技術的に未熟な面が多く、顧客から苦情が出されることも少なくなかったが、着々と地方を固めていった。第一次世界大戦時の後継機によって、電気機器の材料である鋳物や銅線などの外注品の調達も困難となった。特に日立製作所での銅線の需要は多く、日立鉱山は日本を代表する銅山であるのにも、 かかわらず、当初銅線は外注であった。そこで、銅線製造に乗り出すこととなり、1918年には、銅線工場を設立して、生産を開始した。このように、日立製作所では、原料から製品まで一貫した、生産体制を固めていった。また、久原工業所の所属工場であった、筑田島製作所は1918年に、 小平奈美平の意見によって、日立製作所の参加に入った。1919年11月の大火や、同じ時期に起きた、友愛会事件を乗り切った日立製作所は、一時、世界大戦後に苦境に陥った日立鉱山薬原、工業と異なり好調な経営を続け、日本を代表する電気機器製造会社に発展した。 そのような中、1920年2月、久原工業株式会社から独立して、株式会社一つ製作所となった。相川義助1920年の強行以後、久原工業は、経営難が続いていた。そして1926年末の配当直前になって、公表した、株式配当金の支払いが困難になるという危機を迎えた。この時、 久原ラ・之助は病気療養中で対応は困難を極めたが、なんとか配当金の支払いを行うことができたため、危機は回避された。このことがきっかけとなって、久原ラ・之助は、義系の相川義介に、久原工業の再建を委ねることになった。久原工業の経営を担うことになった相川は、まず、久原工業の債務整理に取り掛かった。 クハラ工業の多額の債務は、クハラと相川の所有資産ではどうにもならないくらい、巨額であったため、クハラ之助の実家である藤竹や日立製作所の小平波平らに援助を願い、その結果なんとか債務を処理することに成功し、クハラ工業は破綻を免れた。債務処理終了直後の1927年3月には、昭和金融恐慌が発生しており、 時期的に見ても綱渡りの債務整理であった。会社経営の一切を相川に委ねた久原は、実業界を引退し、旧知の田中義和が総裁を務める、声優会に入党し、政治家の道を歩むようになる。相川は1928年末の久原工業株主総会で、久原工業を、持ち株会社として、社名も日本産業株式会社に変更し、 株式も公開する方針を打ち出した。この方針は了承され、まず、クハラ工業は日本産業となり、翌1929年4月、日本産業から鉱山と、その関連部門が独立して、日本工業株式会社が設立され、以後、日立鉱山は日本工業の主力鉱山となった。創立間もない日本工業を1929年10月、 大恐慌が襲い、立ち回りを見せていた日本工業は再び厳しい状況に追い込まれた。深刻な不強化で銅の需要は低迷し、銅価格は急落した。やはり経営難に陥った日立鉱山では、従業員解雇と賃金の切り下げを行った。まず大恐慌前の1928年7月に219人の交付を解雇したのを皮切りに、同年9月には、 職員の一部を給食とした。1930年6月に、交付246名を解雇し、続いて、同年9月には、交付の解禁、金属手当を半減した。解禁手当は1931年4月に廃止となり、同年10月には、全職員の給与を平均8%引き下げた。 1932年3月には181人の従業員を解雇した。これには同時期に小学校卒業生100名を新規採用したため労働力の更新という意味合いもあった。この頃には日立鉱山をめぐる情勢は好転し始めており、一旦全廃されていた解禁手当が復活された。このような解雇や合理化が続く中、 労働組合の組織化を図り解雇や合理化に抵抗する動きも水面下で進められたが大きな動きとなる前の段階で運動の中核となっていた人物が検挙されてしまい温航会がしっかりと機能していたこともあって日立鉱山では労働運動は大きな動きとはならなかった苦境に立たされていた日立鉱山の経営が立ち直りを見せるようになった理由としては 人員の整理と新技術の導入による労働生産性の向上とともに1931年の満州事変以降の戦時体制強化の中で銅の需要が伸びたことそして金の生産が好調であったことと硫化鉄鋼の需要が伸びたことが挙げられる日立鉱山では賠庫によって入手した金、銀を含有する鉱を銅鉱石と共に精し銅以外に 金、銀を生産する生産方式をとっていたが、世界全体が深刻な不況に陥る中、不況に強い金の需要が高まり、日本政府も国際収支の改善のために金の生産を奨励する政策をとったため、産金ブームが起きていた。日立鉱山では、日本国内の約1から2割の金を生産するようになり、1932年からしばらくの間、 金が、銅の売上高を超えるに至った。また、竜案が、化学肥料として広く使用されるようになったため、原料となる、硫化鉄鋼の消費量は増加して、銅鉱石以外にも、硫化鉄鋼を産出する日立鉱山の経営を、助けた。1931年、満州事変が起こり、以後日本は、戦時体制が、色濃くなっていく。そのような中、 軍需物資でもある銅の需要が増加するようになった。1937年に日中戦争が始まり、軍需部門の銅消費量はますます増加し、日本国内の鉱山のみでは、その急激な需要増に対応できなくなり、銅鉱石の輸入や銅の輸入が盛んに行われるようになった。銅の需要の増加によって、日立鉱山は活況を見せるようになった。 相川義介率いる日産コンツェルンの中で最大の子会社であった日本工業は主力鉱山である日立鉱山の活性化によって大きな利益を上げるようになった。相川は事業の多角化を積極的に進め日産コンツェルンは1937年には三井財閥に次ぐ日本2位の財閥にまで成長した。日立鉱山は 日産コンツェルン全体の躍進に貢献したことになる。日立鉱山では、この時期炭鉱を積極的に進め、発見された鉱脈の開発に必要な縦鉱の改削、先行書や精錬設備の増設が盛んに行われ、増産に拍車がかかった。1936年には、日立銅山の銅生参考が1万トンを超えた。また、 戦時体制の強化による軍需物資の生産増は必然的に原材料の輸入増加を招き国際収支決済のために金の増産がますます求められるようになった。日立鉱山の金の生産体制はさらに強化され大きな利益をもたらすことになった。1941年日本が第二次世界大戦に参戦し銅の増産体制はさらに拍車がかかった。 1943年には、同性参考が、戦前最高の1.6万トンに達した。日立鉱山の戦時体制下での同性参考の上昇は、他の同鉱山を上回るものがあった。しかしその一方で、1941年12月の、日本の第二次世界大戦参戦によって、日本にとって、金は、国際収支決済手段としての意味をほぼ失い、 金生産は振るわなくなっていった。また、日立鉱山では、銅と金以外にも、1939年に製レ時に排出されるアリュー酸ガスから爆薬の原料にもなる硫酸を製造する硫酸工場が稼働を始め、また船底の塗料として使用されたアヒ酸など軍需物資となる物資を生産していた。1944年に建造された木造の コンプレッサー室を転用した日立鉱山の鉱山、資料館。戦時体制強化に伴う増産は、日立鉱山で働く労働者の増加を招いた。1932年には、約3000人にまで減少した従業員は、1937年には4435人、1941年は6283人。 そして1944年には7835人に達した。そのような中、日中戦争が始まった1937年頃から、鉱山労働者一人当たりの生産性の低下が見られるようになった。これは、王将により、戦場に向かうことになった労働者が現れるようになって、熟練労働者の不足が始まったことによる。戦時体制が強化される中、 日立鉱山から王将される労働者はますます増加し、そして、軍需工場が多くの新規労働力の受け皿となり、日立鉱山の労働者募集に応ずる人は少なく、その結果として労働力不足が顕著になった。日立鉱山の状況を悪化させた、もう一つの要因は、精錬に必要な石炭とコークスの不足であった。日立鉱山の場合、石炭は鉱山近隣にある。 常磐丹田で採掘されたものを利用しており、またコークスは東京ガスから供給を受けていた。特に問題となったのが、日立鉱山に供給された石炭の質が第二次世界大戦時に入って急落したことである。1944年頃からは石炭とコークスの供給量自体も減少をはじめ、同生産に大きな支障となった。 同生産に必要な他の物資も、同の増産体制強化の中で優先的に供給されていたが、戦時中の物資不足の中で次第に供給が滞るようになり、1942年頃からは、日立鉱山では、物資の節約や社内で必要物資の融通体制を強化してしのぐ状態となっていた。 このような中で、日立鉱山の銅生産量は1943年、昭和18年にピークを迎え、1944年には、生産量は減少し、終戦の1945年には激減することになった。日立鉱山事務所が建立した、朝鮮時に霊碑。隣には同じ形をした、中国人に霊碑もある。日立市の本山寺にて撮影。 戦時体制下での鉱山労働者不足を解消するために、まず国家総動員法に基づく労働者の確保が図られた。これは、学校卒業者や給職希望者の職業選択の自由を制限し、深刻な人手不足に悩む鉱山などに採用を割り当てたり、鉱山従業員の転職を制限するなどの措置を講じた。続いて1939年以降、 労務動員計画が立てられるようになり、その中で、徴用制度、勤労報告体などが実施に移された。徴用制度は1939年に交付された国民徴用令に基づく強制力を伴う労働者充足方法で、当初は農村から労働力を徴用していたが、後には戦争が激しくなったことで廃業を余儀なくされた中小の商工業者も、 対象となっていった。日立鉱山では主に勤労報告隊と朝鮮人によって労働者不足を補っていった。まず勤労報告隊は日本国民に反強制された勤労報仕を日立鉱山で行うようにしたもので、1942年から茨城県下から動員された勤労報告隊が次々と日立鉱山で勤労報仕を行うようになった。 勤労報告隊は短期では1から3日、長いものでは3ヶ月程度の期間、鉱山内での各種作業を行ったが、戦況の悪化につれて動員が困難になり、また勤労報仕の重点も軍需工場に向けられるようになったため、日立鉱山での勤労報告隊の受け入れは次第に減っていった。戦時中の日立鉱山は朝鮮人労働者の比率が高く、 1944年7月の日立鉱山最高部門で働く行為の約4分の1にあたる1355人が朝鮮人であり朝鮮人と同じように日立鉱山で働いていた中国人連合国の捕虜を含めると全体の約3分の1に達する特に校内労働者の比率では朝鮮人中国人 連合軍捕虜の比率が60%を超えていた。また、日立鉱山の資産であった諏訪鉱山でも朝鮮人、校内労働者の比率が5割を超えた。戦時下の日立鉱山の生産体制は、朝鮮人や中国人、連合軍捕虜に支えられた面が大きい。日立鉱山での朝鮮人労働力の、 大量採用は1940年2月から始まり、15時に渡って行われた。また、日本工業が経営する宮城県の大谷鉱山、福島県の高玉鉱山などからも朝鮮人、労働者が集められた。朝鮮人労働者は当初、募集によって、本人の意思もあって、日立鉱山で働くようになったが、やがて官による圧戦、続いて、徴用によって、 日立鉱山で働くようになり、そして労働力不足が深刻化する中で、強権的な強制連行のような形で、日立鉱山で働くようになった。日立鉱山で働いた朝鮮人は、延べ4000人を超えたと考えられ、鉱山当局も、大人数の朝鮮人労働者のためのヤン会を開催したり、日立鉱山の有効も1941年に救命。 1942年には5名の朝鮮人交付を有効に取り立てるなど怪獣に勤めたが、劣悪な労働条件などによって逃亡が相次ぎ、朝鮮人労働者の定着率は5割に満たなかった。そして鉱山内では待遇改善を求めるトラブルが相次いだ。日立鉱山で働く中国人労働者は1944年から導入された。これは、 朝鮮人労働者の定着率が5割に満たない状態で、また朝鮮人労働者の不足も目立つようになり、その結果鉱山の生産に支障をきたすようになったため、新たに中国人を労働力として導入することにした。中国人労働者は1944年2月から1945年5月までの間に4時にわたって導入され、 また、静岡県の峰の沢鉱山からも中国人労働者が転入しており、延べ901名の中国人労働者が日立鉱山で働くことになった。中国人労働者たちは強制連行によって中国から日立鉱山へやってきたが、劣悪な労働条件の中で死亡者も多く、逃亡事件も発生した。1943年9月、日立鉱山は、 陸軍大臣に捕虜を鉱山労働力として派遣をするよう申請した。この申請が認められたため、日立鉱山内に捕虜収容所が設けられ、1944年4月からアメリカ、イギリス、オランダ国籍のインドネシア人の契約600名が鉱山内と精錬所で支役された。このように、日立鉱山では不足する労働力を確保するために、 様々な手段をとり、1943年までは増産を進めることができたが、労働者一人当たりの生産性は低下を続け、前述の物資不足も相まって1944年からは生産量も低下するようになった。また、非熟練労働者による無理な増産は、日立鉱山の構内を荒廃させ、戦後の復興の妨げとなった。 第二次世界大戦末期、1944年より、アメリカ軍による日本本土空襲が本格化し、伊洋島と沖縄の陥落によって、空襲は日本の地方都市にまで広がった。日立鉱山と日立製作所を要する高工業都市で、ある日立市も空襲と艦砲射撃に遭い、日立鉱山は大きな被害を受けた。1945年6月10日、 日立に最初の空襲が行われた。この時は B29 が日立製作所の工場を爆撃して大きな被害を出したが、日立鉱山には目立った被害はなかった。7月17日から18日にかけて、今度は関西機による空襲と、戦艦5隻、軽巡洋艦2隻、駆逐艦9隻からなる、アメリカイギリスの連合艦隊からなる。 艦砲射撃が行われた。特に艦砲射撃は激しかったが、折からの悪天候のために、多くの砲弾が目標を外れ、鉱山の被害は、比較的軽微であった。7月19日から20日にかけて、B29 の127機からなる編隊が、焼夷弾を用いて、日立に、絨毯爆撃を行った。この攻撃で、日立市の多くが焼け野原となり、 日立鉱山でも電気道を精錬する電電工場が破壊されるなど大きな被害を受けた。鉱山の構内までは空襲の被害を受けることはなかったが、送電設備や水道など鉱山の稼働に欠かせない施設も大きな被害を受け、3度の空襲と艦砲射撃のために従業員123名が死傷したこともあって、日立鉱山の生産はほぼ休止状態に陥った。 日立鉱山の大誘院供給所日立鉱山の発展に伴い多くの労働者とその家族が流入してきた。また、日立鉱山から独立し発展した日立製作所も第一次世界大戦時期の後継期を背景に規模を拡大させており、茨城県北部の一貫村であった日立は高工業労働者が集まる町として発展した。 1920年の日立村の人口は約2万5千人で、これは1905年の約20倍になる。日立村は1924年に調整が施行され、常磐線、助川駅近辺の高鈴村も1925年に、助川町として調整を施行した。日立鉱山の発展に伴い、鉱山の中心部である本山と清涼所がある、太遊院付近に、 商店街が発達し始める。特に、大友院の精錬所から宮田川を下った付近の新町近辺には、多くの商店、酒屋や料理店が集まり、1917年に建設された大劇場である友楽館周辺は、明治末から大正にかけて、日立市の繁華街となり、大いに栄えた。やがて、日立鉱山と日立製作所の発展によって、 社宅や工場が次々に建設されていく中、新町より東南側にある栄町に料理店や酒場などの歓楽街が形成されていく。そして日立製作所の発展に伴い、商店街は南東方向へ発展を続けた。中には日本有数の鉱山へと発展した日立鉱山を抱える日立にビジネスチャンスを見出し、 積極的な事業展開を行った商人たちもいたが、第一次世界大戦後の不況とそれに続く昭和金融恐慌、昭和恐慌によって事業の拡大に失敗して廃業していった。また、日立鉱山では供給所が鉱山労働者たちに日用品などを安価で供給しており、これは日立での商業の発展を阻害することになった。 このため日立の商工会議所では鉱山に対して供給所の廃止を陳情することもあった。戦後になって供給所の販売品目拡大と日立製作所の供給所数の増加により日立の商業はより大きな影響を受けることになった。日立鉱山と日立製作所の発展により戦前の日立には花町が形成されるようになった。 花町は早くも1913年に、栄町に劇場である、栄座が建設された頃から形成されるようになり、1915年頃からは、本格的な、花町となった。日立の花町は、栄町の他に、助川駅の山側にあたる助川栄町、そして助川駅の海側になる助川浅日町の3カ所に、形成された。 第一次世界大戦中の後継記事、日立鉱山と日立製作所の業績も好調でこれら、花町も大いに賑わった。しかしその後の不況時には、花町も客足が途絶え、天廃業が相次いだ。しかし1933年以降の軍事景気の到来によって、日立鉱山と日立製作所の業績も好調となり、日立の花町は大いに賑わうことになる。 各課外には揚げ屋、置き屋などが立ち並び、茨城県内有数の観楽街となった。しかし、戦時体制の強化に伴い、生活必需品の配給が行われるようになると、花町に行く余裕もなくなっていったために、日立の花町は衰退していった。そして1945年7月の空襲と、艦砲射撃による戦災によって、花町は、 壊滅的な打撃を受けて消滅し、戦後に復活することはなかった。日立鉱山創業2ヶ月後の1906年2月には、早くも鉱山付属の診療所が開設され、その後1909年には鉱山付属病院となり、日立鉱山としても従業員やその家族の健康管理に早い時期から注意を払ってきた。しかし戦前の日立は、 茨城県内で伝染病の流行地として知られ、毎年のように、赤腸チ,チフスなどの流行に襲われた。戦前の日立に伝染病の流行が多かったのは、日立鉱山と日立製作所の急速な発展の結果、助川駅周辺の助川町の人口増加率は1929年から1938年までの間、 全国一位を記録するなど人口が急増したのにも、かかわらず、都市基盤の整備が、ご手に回り、とりわけ上下水道などの衛生設備の整備が、追いつかないことに、主な原因があった。例えば上水道は、大正時代に、日立鉱山や日立製作所の社宅には、簡易水道が引かれたが、一般住民は、沢水や井戸水を利用する状態が続き、 1940年になって、日立製作所が、九じ川から取水して、飲料水を日立市に給水するようになった。伝染病の流行に対しては、1930年代には、ネズミやハエの駆除を大々的に行い、地域住民に衛生思想の普及に努めるなど官民一体の対策が進められた。そのような中、 日立鉱山病院も鉱山労働者のみならず、地域医療の充実に力を注ぎ、伝染病隔離病棟の整備など伝染病対策も行っていった。しかし、日立の伝染病問題の解決は、戦後のアメリカ軍による貿易対策の実施まで持ち越されることになった。1924年に調整を施行した日立町と、1925年に、 調整を施行した、助川町は共にその後も発展を続け、都市基盤の整備を進めるにあたって、昭和に入ると隣接する両町の間に合併が持ち上がるようになった。幾度となく持ち上がった合併話は、当初日立鉱山を抱える日立町が、助川町と比較しての財政的に豊かであったことが、主な原因で流産を繰り返したが、日立製作所が、 助川町域で工場を拡大させていく中で両者の格差は縮小し、1939年7月、両町は合併して、日立市が誕生した。日立市の成立時、市の役員選出にあたり旧日立町と旧助川町、そして日立鉱山と日立製作所の間でバランスを取った人事が行われた。日立発展の礎を築いたのは、日立鉱山であったが、 日立鉱山から独立した日立製作所が規模を拡大するにつれて地域での影響力を増し、やがて両者はその影響力を競い合うようになった。20年代以降の日立製作所が、久原工業イコール日本工業の子会社から完全独立し、日産コンツェルンには加わったものの日本工業とは、親子ではなく持ち株会社日本産業にぶら下がる。 兄弟関係となったことも影響している。また、日本工業の内部においても、佐賀の関、倉敷などへの全国展開、石油事業への多角化によって、日立鉱山の比重は低下していた。1920年代から1930年代にかけてはまだ、日立鉱山の影響力が、日立製作所を上回っていたと考えられるが、1940年代に入ると、 日立製作所の影響力が日立鉱山を上回るようになった。そのような中、1939年の日立市成立時の初代市長は、司会の満場一致の推薦によって日立鉱山副所長だった福田茂雄が選出されたが約1年後に辞任した。その後公認市長の選出をめぐり、日立鉱山側と日立製作所側との激しい対立が起こり、 公認市長が決められないまま、日立市会は機能停止に陥った。この事態を重く見て、茨城県が公認市長候補について、日立鉱山と日立製作所の関係者に対して同意取り付けを行い、市長選出問題が勃発してから約1年後の1941年9月に、ようやく福岡県八幡市長を務めた。 内務官僚の深海定官を市長に選出した。第二次世界大戦終結後に深海市長は辞任し、1945年9月に日立政策所の関係者である高島秀吉を市長に選出。高島は1947年の地方自治法施行後の市長選挙でも引き続き市長に選ばれ、日立政策所は市政でも 主導的な役割を握るに至った。戦時中から戦後にかけて、日立製作所の発展に伴い旧市の区域を越えて、工場や住宅が立地し、さらには港湾などの関連インフラの建設が必要となったことから、事業推進の円滑化を図る目的で、1955年に日立市は多賀町、久慈町などを合併して大きく広がった。 この頃になると、日立での日立政策所の優位は完全に確立しており、1959年の日立市市長選挙では、日立政策所出身の高島市長の対抗馬として、日立鉱山出身の福田元市長が立候補し、市を2分する激しい選挙戦が行われた結果、現職市長の圧勝に終わった。そして1962年には、 日立鉱山で大規模な人員削減が行われ、日立鉱山の地域への影響力はさらに低下することになった。この時点では、日本工業と日立製作所はもはや兄弟会社ですらない。1952年頃の本山選考所1945年7月17日から20日にかけて、艦砲射撃と空襲により大きな被害を受け、 生産がストップした日立鉱山であったが、鉱山当局は復旧作業を急ぎ、8月4日には、精錬所の一部が稼働を再開した。そのような中、8月15日の終戦を迎えた。終戦後、中国人労働者と連合軍捕虜は全く仕事に出ず、朝鮮人労働者もほとんど仕事に出なくなった。また、 日本人労働者の勤労意欲低下も目立ち、精錬部門では9月の出勤率が4割台にまで低下した。戦災以外の面でも日立鉱山の状況は困難を極めていた。まず戦時中の非熟練労働者による無理な増産によって校内は荒れていて、校内の排水ポンプの故障が相次ぎ、ポンプ修繕に熟練した労働者と修理部品不足の結果、 校内の多くが水没してしまった。その他の部門でも、物資不足や、食料不足、そして熟練労働者不足より復興はなかなか、はかどらなかった。鉱山側は、従業員の動揺を防ぐ目的で、早くも8月16日に、全労働者を、友楽館に集めて、従業員大会を開催し、戦時、平時を問わない工業の重要性を解き、 高山業務に専念するように訴えた。そして9月30日より3時にわたって、出勤不良者や老朽者などの従業員整理を行い、1000人余りの従業員を削減した。また、朝鮮人労働者、中国人労働者、連合軍捕虜の引き上げを実施していった。1946年7月には最も繊細で、大きな打撃を受けた。 電連工場の一部が復旧するなど、日立鉱山の再建は次第に軌道に乗ってきた。また、鉱山従業員が居住する住宅の再建も進められていった。1947年9月、カスリン台風によって宮田川が氾濫にし、日立鉱山は大きな被害をこむった。しかし、茨城県、日立市、日立鉱山が一体となった復旧計画が進められ、 復旧工事が行われた結果、水害からの復旧は、比較的順調に進んだ。1946年1月、日立鉱山本山労働組合と日立鉱山労働組合が結成された。日立鉱山の場合、鉱山本体の本山労働組合と清錬所のある、大誘院労働組合という二つの単位組合が、組織されたという特徴があり、これは、蓄的に、 太友院から離れていて、事業的にも、工業を行う本山は、太友院とは違っていたため、一つの事業所に二つの単位組合が組織されることになった。また、日立鉱山での労組結成は、共産党系の影響は少なく、会社側に近い立場の職長クラスの甲府や有子の有力者が中心となって結成され、待遇改善を主に要求する、 労使協調を基本とした穏健な組合活動を行うことになった。1946年4月、日本工業経営の各鉱山などの労働組合からなる日本工業労働組合連合会が結成され、日立鉱山本山で結成大会が開催された。日本工業労働組合連合会は、日本工業側との間に、労使間の経営協議会の設置や、 労働条件、賃金アップなどの要求を行い、7月には、労使間で、労働協約が妥結した。労使間で問題となった事柄の一つに、社員と公員との身分差別の問題があった。労働協約でも解決に向けての努力を行っていく、ことが確認されていたが、同年10月に行われた第1回の、経営協議会でも身分差別撤廃が、大きな議題となり、 1947年9月には要求書が組合側から日本工業に提出され11月から労使双方で身分差別撤廃に向けての話し合いが進められ結局1948年9月1日職員と公員との身分差別の撤廃が実施されたまた終戦直後の混乱期であったこともあり組合は生活の安定を図るために給与面などでの 待遇の改善と生活物資の確保についての要求を出していった。そのような中、1947年7月、日立鉱山の労使館の経営協議会で復興会議の設置が提案された。復興会議は、同年9月のカスリン台風による風水害の後、正式に発足し、水害と、戦災や戦中、戦後の混乱からの復興に、 両子一体となった取り組みを行う体制づくりに貢献し、日立鉱山の復興に大きく寄与することになった。多くの鉱山では終戦前後に有子は消滅するが、日立鉱山の有子は戦後もしばらくの間鉱山労働者間の組織として強固な団結力を保った。これは戦後鉱山での増産が求められていた時代。 日立鉱山内では最高府の発言力が強く、有子組織が最高に従事する最高夫たちの組織として団結力を保っていたことによると考えられている。日立鉱山の労働組合が有子の有力者などによって結成されたことからも、戦後の日立鉱山の有子は労働組合と敵対することなく共存しながら労働組合の恩恵かつ企業寄りの立場を 支えていった。1960年以降、技術革新に伴う最高現場の変化や、貿易自由化に伴う、辞任削減によって、日立鉱山でも、有効の存在意義は失われていった。1968年5月、日立鉱山で最後の有効の取り立て式が行われ、その後解散式を行うことなく、日立鉱山の有効は、自然消滅していった。 日立鉱山の有庫は1972年まで存在していた石狩丹田の上り川炭鉱とともに最後まで残った有庫組織である。日立鉱山は終戦後、戦災や風水害から復興していったが、これは工業の復興のために日本政府が実施した価格差補給金の恩恵が大きかった。これは日本の復興にとって 重要な物資の生産を上げるため、1947年から支給されるようになった一種の補助金であり、銅もその対象となっていた。しかし1949年、ドッジラインによって、価格差補給金が打ち切られることになり、鉱山経営は困難に追い込まれた。1950年6月の朝鮮、戦争勃発による特殊によって、銅など非鉄金属の需要が増大し、 価格が急騰した。非鉄金属業界はこれまでとは、打って変わって、公共となり、増産を進めることになった。日立鉱山でも1952年には、荒鉱産出量が40万トンを超え、青銅約1万8000トンを生産した。青銅の生産量は、戦前最高記録である1942年を上回った。 1953年に完成した日立鉱山第11縦鉱。戦後の日立鉱山では技術革新に伴う新設備の建設が盛んに行われ、それに伴い生産鉱も上がっていった。まず1950年には手先鉱非重先鉱が廃止され、オールスライムによる浮遊先鉱に一本化された。これは日立鉱山では 売行したた鉱山の金、銀を含有する、計算鉱と日立鉱山の鉱石を一緒に精錬することにより、銅と共に金、銀を同時に生産する精錬方法をとっていたために、全面採用が遅れていたもので、日立鉱山で採掘される銅鉱石の品位が低下し、採掘される鉱石の多くが、硫化鉄鉱となっていた状況ではこれまでの、 精錬方法の採用が困難となったため、硫化鉄鋼の分離が容易で鉱石内の、銅皮仁工場にも、効果的な浮遊線鉱を全面的に採用することになった。続いて1951年には、精錬時の肺炎から硫酸を製造する、硫酸工場の増設が行われた。また、精錬部門では1957年より、銅鉱石を直接天炉に投入し、 酸素濃度を高めた空気を吹き込むことによって、鉱石中の養分と鉄分を酸化させ、その際に発生する酸化熱で素動を生産する、酸素精錬が行われるようになった。酸素精錬では、石炭やコークスの使用量が大幅に低下するなど、精錬のコストダウンが可能になるとともに、鉱石中の養分は高濃度のアリュー酸ガスとなる。 ため硫酸の生産量も増え、アリュー酸ガスの回収率も向上するために、塩害の軽減を図ることができるなどの、数多くの利点があった。最高部門では、日立鉱山の採掘が半世紀近くなるに従って、深部からの鉱石採掘が増加してきたため、1953年に第11盾鉱が完成し、ガツ管出鉱3万トン体制が整った。 1958年には4万トンで高計画、1960年には4万5千トンで高計画を達成し、最終的には1964年の月間5万トンで高体制が確立された。この増産体制を支えたのが、炭鉱により1956年に発見され、1958年に富士見工廠と命名された新工廠である。 富士見工廠は1981年の閉山まで日立鉱山を支えることになる。鉱石の輸送面でも大きな変化があった。1958年には同成功をこれまでの鉄柵輸送からパイプによる流送に転換した。資産である諏訪鉱山からの鉱石輸送を担っていた鉄柵は1960年にトラック輸送に切り替えられ、 有価鉄鋼の成功輸送も1966年にはパイプによる流送となり、その結果、1909年から鉱山中心部の本山と精錬所がある大陽院との間の輸送を担っていた鉄柵は撤去されることになった。そして1908年から鉱山への物資や辞任の輸送に大きな貢献をしてきた専用電気鉄道も、 1960年に廃止となり、物資の輸送はトラック輸送、そして人員の輸送はバスへと切り替えられた。1906年から1973年の日本工業からの分離までの日立鉱山で産出された、そこを産出量の変遷。創業当初から1910年代半ばまでの急速な発展、戦時体成果での増産。 第一次世界大戦後と終戦前後の顕著な落ち込み、そして1960年代末からの産出量の減少が読み取れる。戦後の日立鉱山は積極的な新技術の導入により、1958年には月産4万トン、1960年には月産4万5千トンレコーと順調に生産を伸ばしてきた。これは、 戦後の目覚ましい経済成長に支えられた面が大きかったが、経済成長の結果、日本は諸外国から貿易自由化を求められることとなり、1960年以降、貿易の自由化が進められることになった。貿易自由化によって大きな打撃を受けた業界の一つが、国際競争力が弱い非鉄金属業界であった。銅をはじめとする。 非鉄金属の価格自由化は1963年4月に実施されることになったが、それに先立ち1962年5月末、日立鉱山では大規模な合理化案が提案された。労働組合は合理化案に強く反発し、ストライキが行われるなど、約3ヶ月間葬儀が続いたが、結局、52歳での繰り上げ退職、希望退職者の募集、 供給所などの運営の分離などで709名の職員が日立鉱山を去る大規模な合理化が実施された。日立鉱山では1964年には月産5万トン体制が整い、以後、1965年に年産約62万6600トンのピークに達し、1968年まではほぼ月産5万トン、年産60万トンデコを維持したが、 その後は、鉱石の採掘場所が深部となったことによる影響で、創業規模が縮小され、生産量の低下が目立つようになった。そのような中、外国産の安価な鉱石を輸入することを目的の一つとして、日立港の整備が進められ、1972年、整備工事が完了した日立港を通して、ペルー産の銅鉱石が輸入され、 その後実立での素動生産が中止される1976年までの間に、延べ12カ国から鉱石の輸入を行った。また1967年から日本工業は在ル政府の許可を受け炭鉱を開始した。その結果、1969年から無組織鉱山を開発することになり、日立鉱山からも多くの従業員が派遣された。そして、 武粗子鉱山から1973年1月以降、日立港を通して鉱石が輸入されるようになった。武粗子鉱山などの外国からの鉱石受け入れ増加、設備の大型化と最新化によるコスト削減、そしてアリュー酸ガスの回収率の向上によって、公害防止を図ることを目的として、1972年12月には、自用路の稼働が開始された。 その結果銅の生産量は大きく増加し、公害防止にも成果を発揮したが、外国からの輸入鉱石の精錬を行う場合、臨海部に立地する佐賀の石精錬所が、日立精錬所よりも有利な条件にあるのは否めず、日立精錬所の役割は低下し、1976年には、日立での素動生産が中止されるに至る。日本の非鉄金属業界に、 さらなる打撃を与えたのが1971年のニクソンショックによる円高の進行であった。円高によって日本国内の銅価格は下落し、鉱山経営は困難となった。日立鉱山と並ぶ日本有数の銅山であった足尾銅山、別紙銅山ともこの時期に閉山に追い込まれた。そのような中、1973年6月、日本工業は、 日立鉱山など5つの鉱山の経営を分離することとし、日立鉱山は日本工業の子会社である日立鉱山株式会社となった。日立鉱山の特徴の一つとして文化、スポーツ活動が盛んであったことが挙げられる。鉱山内では明治末から大正時代にかけて俳句会や吹奏楽団、野球部などが活動を開始した。鉱山当局は 一般社会から隔絶されがちな鉱山社会の改善のために文化体育活動の充実に積極的であり、特に1921年に発足した老子協調の従業員団体である運航会の中で各種の文化体育事業が行われるようになった。そのような中で発展した日立鉱山の文化体育事業の内水槽楽団、野球部、ラグビーは 全国レベルの大会で高成績を上げるようになり、その他、軟式テニスや、剣道なども戦前を中心に盛んに行われていた。このように、日立鉱山では盛んに、文化、スポーツ活動が行われていて、日立鉱山の文化、スポーツでの活躍は、鉱山内のみならず多くの地域住民の共感を呼んでいた。また、日田次郎によって、1969年に、 日立鉱山の大煙突をモデルとした小説、ある町の高い煙突が出版されたことも、日立鉱山に関わる文化の出来事の一つと言える。日立鉱山では早くも、明治末期には、鉱山職員の間で区会が開かれ、区会で発表された俳句が、地元紙に掲載された。鉱山での文化活動の中で特に大きな活躍を見せたのが、 吹奏楽団で1922年に発足した元山楽団はやがて本山マンドリンソサエティに再編成され1937年には演奏が NHK ラジオから放映されるまでになる戦時体制が強化されつつあった1939年には正式な吹奏楽団日光吹奏楽団となり戦意功用や 生産工場を鼓舞する諸行時に欠かせない存在となった。しかし戦争の激化に伴い1944年には活動停止した。戦後は1949年に活動を再開し、1951年から水奏学コンクールに出場するようになり、関東水奏楽連盟水奏学コンクール、関東大会に1952年から3年、 連続優勝、1956年に再開された、全日本吹奏楽コンクールでも1956年、1958年、1960年の3回、順位優勝、そして1959年は、全国優勝を成し遂げるなど、全国レベルの吹奏楽団として、活躍を続けた。 しかし1962年以降の合理化によって、吹奏楽団の維持が困難となり、1974年に、楽団が所有する楽器を、日立市に対応することとなり、その結果日立市民吹奏楽団が結成されることになった。その後、日立市民吹奏楽団は、現在に至るまで、定期演奏会等の市民文化活動を継続している。 日立鉱山のスポーツで大きな活躍をしたのが野球とラグビーである。野球は1915年に日立鉱山と日立製作所の野球愛好家が親善試合を行ったのが野球部結成のきっかけで、1919年に正式に日立鉱山公式野球部が発足した。野球部では大正末期以降実力のある選手を集めるようになって実力がつき、 同じように、野球部の強化を図った日立製作所との間に1924年頃から行われるようになった。定期戦は日立の総計戦、小山の総計戦とも呼ばれ、日立を2分する熱狂的な応援合戦が繰り広げられることになった。日立鉱山の野球部は1937年には都市対抗野球大会に初出場を果たした。 その後戦争の影響で野球部の活動は一時停止されたが、戦後になって復活し、1955年には、チーム名を、日本工業日立公式野球部と改称し、長島茂雄や杉浦忠を育て、立教大学公式野球部の黄金時代の基礎を、築いた、砂押し国都市を監督として招聘した。1956年、19年ぶりに、 都市対抗野球大会への出場を果たし、この時の大会での活躍によって飛行日たちは、第1回目の小野賞を受賞した。その後都市対抗野球大会の常連出場チームとなり、1967年には、ジャバ東京スポニチ大会で優勝するなど、社会人野球の競合チームの一つとなり、日立製作所公式野球部との対抗戦は、春の風物詩となっていた。 しかしやはり、日立鉱山をめぐる状況の悪化によって野球部の存続も困難となり、1972年12月、戦前戦後を通して10回の都市対抗野球大会への出場を果たした飛行、日立野球部は、球部に追い込まれた。社会人野球の競合チームであった日本工業、日立からは、佐賀健志郎、三平春樹、 高畑道博氏、鈴木孝次郎など、合計12名のプロ野球選手が生まれた。1980年には、ヤクルトスワローズのエース格であった、鈴木孝次郎投手と、日本工業佐賀の関公式野球部から前年に、中日ドラゴンズ入りして、新人王を獲得した、藤沢木宮投手との間で、日本工業出身投手同士の先発による、 プロ野球開幕戦が実現した。日立鉱山のラグビー部は1951年頃から本格的な活動を開始し、1953年からは公式戦に参加をするようになった。1956年度には全国社会人ラグビーフットボール大会に初出場し、準決勝に進出した。その後1960年度、1961年度と、 全国社会人ラグビーフットボール大会に出場したが、1962年からの合理化によって多くのラグビー部員が転出し、全国レベルの大会への出場は途絶えた。しかし野球とは異なり、ラグビー部は1981年の閉山直前まで存続した。諏訪鉱山は日立鉱山の中心部から約4キロ南にあり、長さ約1キロ。 幅約200メートルの交体から、高鉄鋼などの硫化鉄鋼や含む銅硫化鉄鋼を産出した鉱山であった。諏訪鉱山は1897年に北の沢鉱山として開発が始まり、その後数人の所有を経て1917年4月に、久原工業が買収した。この当時、化学工業の発展によって、硫酸の消費量が伸びつつあり、 ようやく硫化鉄鋼の需要が見られるようになっていた。なお、甲府たちの間に存在した優子は、1929年まで、諏訪鉱山は独立組織であったが、同年日立鉱山の優子組織に編入された。久原工業の所有となり、日立鉱山の資産となった諏訪鉱山であったが、久原工業以前から働いていた鉱夫たちが、久原工業の鉱山経営に反発し、 当初生産は上がらなかった。1919年に諏訪鉱山から日立鉱山の精錬所がある大遊院まで鉄柵が完成して鉱石の輸送体制が整い本格的な生産に乗り出そうとした矢先1920年の強行によって1921年3月から約1年間旧山に追い込まれた。低迷する道市上と比べて 需要が伸びていた、硫化鉄鋼の価格は上昇するようになったため、久原工業は、硫化鉄鋼の採掘に力を入れる方針を固めた。1922年には、諏訪鉱山は採掘を再開し、その後、積極的な設備投資と、化学工業の発展による、硫化鉄鋼の需要急増の後押しを受けて、諏訪鉱山は1933年には、 年産5万トンを超える硫化鉄鋼を採掘する鉱山へと成長し、最盛期には鉱山従業員とその家族の1000人近い人々が諏訪鉱山周辺で生活するようになった。また戦時中、日立鉱山と同じく諏訪鉱山でも朝鮮人労働者が多く働いており、1941年の段階で朝鮮人構内労働者の比率が5割を超え、 朝鮮人労働者と日本人側との間にトラブルも発生した。戦後の諏訪鉱山は硫化鉄鋼の採掘を続けていたが、諏訪鉱山で採掘される硫化鉄鋼の比位が低いために市場で販売が困難となり、また、日立鉱山全体の合理化が進み、日立鉱山本体の採鉱に集中する必要性も高まっており、1961年、 諏訪鉱山での硫化鉄鉱の採掘を中止して含む、同硫化鉄鉱の採掘のみを継続し、余剰人員は、日立鉱山本体で雇用することとなった。そして1965年10月、工業枯渇などのため、諏訪鉱山は閉山となり、やがて、諏訪鉱山があった周辺には数軒の家が残るのみとなった。1905年から1981年の日立、 鉱山従業員数。創業から第一次世界大戦期までの急速な増加、その後、昭和初期まで続く、不況時の落ち込み、戦時体制下での従業員数の大幅な増加、そして1962年の合理化以降の、従業員現象が読み取れる。1973年6月、日本工業から、日立鉱山は経営分離され、日本工業の子会社である、 日立鉱山株式会社となった。ニクソンショック以降の円高によって、同価格が下落し、また石油生成時に水素化脱流装置、硫用回収装置を用いることによって、副産物として生産されるようになった、回収用が急速に市場に出回るようになり、減産政策の影響で、化学肥料の国内消費量が減少し、諸外国でも、 化学肥料の時給が進み輸出も減少したために、銅とともに、日立鉱山の主要産物であり、収入の約4割を占めていた、硫化鉄鋼の需要が急落したことが原因で、日立鉱山の経営状態は急速に悪化していた。しかし、国内鉱山は、諸外国からの鉱石輸入が主流となっても、政治情勢などに左右されることが、 少なく最も安定した資源確保が可能という点と海外での資源確保のために必要な人材や技術を養成する場所として国内鉱山の存在が望ましいという点から個会社化して日立鉱山は存続されることになった。日立鉱山の経営分離時再び大きな人員削減と事業の見直しが行われた。 鉱山の労働組合は1962年の大規模合理化の時と同じく約4ヶ月間にわたって激しく葬儀を繰り返したが結局万53歳以上の技能職職員の繰り上げ定年などが実施され日立鉱山の技能職職員の約3分の2が退職することになったまた可能な限り鉱山の創業を続けることを目的として荒鉱生産量を 月産3万トンから1万2000トンとし、収支バランスを維持するために再興する荒々金の品位を1.65%から2.08%に引き上げることとした。また断行を行い、新たな鉱脈の発見に努めることとした。しかし1973年末からの第一次オイルショックによる不況は、銅の需要の低迷と、さらなる価格の下落を招き、 独立後の日立鉱山の経営も困難が続いた。日立鉱山株式会社の設立後、最も重視されたのが、炭鉱による新鉱脈の発見と開発であった。この当時、日立鉱山を支えていたのは1956年に発見された藤見鉱床で、日立鉱山株式会社時代は鉱石産出量の約7割を占めていた。鉱の結果、 いくつかの小公脈を発見し、1977年下半期から1年半、特別炭鉱を実施したが新たな鉱脈の発見には結びつかず、この時点で、日立鉱山では新たな鉱脈発見の余地はないものと判断された。1976年には、日立精錬所の自用路が創業停止して、都道精錬は佐賀の関に一本化されることとなり、日立では、 佐賀の関で精錬された素動を電気道にする電連、工場中心の経営となった。また、同年、中央病院を廃止して、独立採算可能な飛行日立病院を新たに創立し、1962年の合理化事に、供給所から改組された日立工業所購買会を、解散して株式会社日立工売会とするなど、大規模な組織の改編が行われた。 日立鉱山では、最高に要するコストを削減する、様々な工夫を行い、採算を維持することができる鉱石の品位を下げて、火災埋蔵量を増やす試みも行われたが、鉱山内で使用する資材の値上がりなどのため思うに、任せなかった。結局、同品位セント以上の鉱石を掘り尽くしたことにより、百八十一年九月三十日、 日立鉱山は閉山となった。1962年以降の大規模な合理化、そして1981年の閉山によって、日立鉱山から離職した人々の多くは、日立市やその近隣で再就職して生活を続けた。特に閉山時の離職者の地元再就職率は80%を超えた。これは、日立製作所やその関連企業など、 日立鉱山近隣には比較的恵まれた労働市場が存在したことが最大の原因であるが人山一家主義に見られるように家族主義的な色彩が強い企業であった日立鉱山の伝統が日立鉱山から独立した日立製作所や日立鉱山と日立製作所を抱えた日立市にも影響を及ぼし地域全体に家族主義的な傾向が強いことによって 血縁や遅延が根強いことも大きかったそのため、鉱山中心部であった元山地区は最盛期には1万人を超えた人口が数十世帯にまで減少するという過疎化が進行したが、日立鉱山閉山によって鉱山で働いていた人々が完全に試算するという事態は起こらなかった。 日光記念館日立鉱山が閉山する前の1976年からは、日立で素動の精錬は行われなくなり、佐賀の関で生産された素動を電気道にする、電連部門の操業が続けられている。また、JX 金属関連の工場として、銅箔、銅粉、コバルト関連製品を製造する子会社事業所と、環境リサイクル関連の子会社事業所も現在、 日立地区で創業している。また、日立鉱山の創業直後の1906年2月に開設された付属診療所の流れを受け継ぐ飛行記念病院が1982年1月に開設され、現在も日立地域の地域医療を担っている。日立鉱山創業から80年目にあたる1985年、かつての日立鉱山の中心地であった本山に、 飛行記念館が建設された。日光記念館では、日立鉱山の展示や日立鉱山から発展していった日産コンツェルンと日立製作所について、そして飛行グループの事業などの展示がされている。日立鉱山で働く労働者たちの憩いの場であった、友楽館は、1965年に廃止となり、日立市に寄贈されて、日立市武道館となった。 この建物は1999年に登録有形文化財に登録された。また1913年に日立鉱山で使用する電気を賄うために建設された石岡第二発電所は2006年に同じく登録有形文化財に登録された。そして1911年に完成した石岡第一発電所は日本に現存する。 最も古い鉄筋コンクリート造り建造物の一つであることと日本の近代産業史に大きな役割を担った日立鉱山の代表的施設であることが評価され2008年に重要文化財に指定された日立鉱山は高工業都市日立の発展とともに景品地区に近い特性を生かして金属の供給源として 重工業の発展に貢献したことが評価され、2007年に経済産業省が認定した近代化産業遺産群33の中の京浜工業地帯の重工業化と地域の経済発展を支えた常磐地域の高工業の歩みを物語る近代化産業遺産群に認定されている。ありがとうございます。